こういうことを出しているということは十分にご理解いただきたいと思います。あともう一つ、春日井がおっしゃられた情報は公開してくれということですが、最終的に、患者情報ですので、あくまでも我々は最終的にはというか全て患者さんの元に立った上で生きております。ですからそこを逸脱するようなことはできません。ただ日本中のこの県民健康調査に対する知りたいということ、あと世界中に発信しなければいけないという目的からは当然出すべきことと出せないものがあるということをご理解いただいた上で、あくまでも私どもは患者さんの立場に、患者さんにもうすでになっている方ですので、治療されている方、そういうことをご理解いただいた上で、その辺をご配慮いただければと思います。ありがとうございます。はい、とにかくですね、何か殿下の報道をいただいて何でもかんでも切ってどこにでも行けるというようなことではないということを私は承知しているつもりですし、そういう運営をしていくつもりです。で、最初にお話があった点も私は存じ上げておりますが、まあ、多くの県民、多くの人たちが知らないということもありますから、まあ、どういうプロセスを経てどんなふうにされているのかということについても公表というか分かってもらえる範囲で分かってもらう、そしてそれをなおかつ私たちが、まあ、オーディットという言葉がいいことはありませんけれども、横から見てなるほどというようなことを言うことも私はプラスだろうと思いますので、そういう皆さんの努力を踏みにじったり否定をしたりというような方法ではなくて、きちんと自分たちの立ち位置をはっきりさせた上で、まあ、評価をさせていただきたいというふうに思います。プライバシーの話は当然だと思います。他に何か特段なければですね、メールなどでもアイデアいただいております。それからヒアリングをしたい対象の方も何人かすでにアイデアが浮かんでおりますので、疫学の専門家というのはなかなか日本には少なくございますが、できれば今回の調査には直接関わりのない方で、そういうその発生頻度やさまざまなことについて理解の高い先生方に加わっていただくように、人生をしても向こうがうんというかどうかも分かりませんので、こちらからお願いをして、できれば次回の会合の前にですね、部会を開催するというようなことで進めさせていただきますが、何かご意見があると俺も入れろとか俺は入れてくれるなとか、その断りもなく私はこうアイデアを書いたので、県はこれでは困るとか、なんか大丈夫ですかね、お金がないとか大丈夫ですね、大丈夫ですね、はい、他によろしいですか。はい、それではそのような形で、進めさせていただきます。なお思いついたこの人というのがあればまた事務局なり私の方にご連絡をいただきたいと思います。それでは次に参ります。次は健康審査について、進めます。事務局から説明をお願いします。はい、福島県についての健康審査の健康診察の位置を取ります。今日から資料の3の位置をご覧ください。まず、平成24年度の実施状況についてお伝えしたいと思います。これは第11回の検討委員会の会に、特措置という形で出されたものですけれども、それが、発生しましたので改定しております。平成23年度の受診率は、年齢基準15歳以下についてみますと、対象者数が 27,819名、受診者数が 27,934名で、受診率が 64.5% です。16歳以上につきましては、対象者182,370名中、受診者が 56,399名で、39.9% になります。平成24年度は115歳以下としては、受診者11,780名で46%、16歳以上では46,690名中47,011名が受診しまして 25.5% になります。23年度の実績を踏まえまして、24年度では以下の点を改善しておりました。県内の15歳以下につきましては、平成24年が、1月から3月で行っていた、冬で非常に忙しい時期だったということがありましたので、平成24年は7月から12月までの
6ヶ月間期間を延長しまして少し早い時期に行っております。16会場につきましては、定健康審査、総合検診、上乗せ検診、それを受診できなかった場合には集団検診、あるいは県内医療機関での個別検診という形で受診機会を広げています。県外避難者に対しましても、受診期間を広げまして平成24年は9月から、24年の2月末まで6ヶ月間、期待を持っています。改善したわけでございますけれども、受診率の方は平成24年度16歳以上が 5.5 ポイントになります。平成に、15歳以下については21ポイントの21ポイントの減少となりまして、次のページをご覧ください。平成25年度の実施状況をご紹介しますと、対象者は21万3472人、すでに県内の16歳以上については、市町村の実施する特定検診、総合検診での上乗せ検診が実施され始めております。市町村によって、さまざまですが、飯田村、田村、田村市、田村等で実施されております。7月31日まで段階で1万7725名が実施されております。15歳以下につきましては、7月1日に案内を発送しまして、現在、処理の、指定医療機関で受診が行われております。県外につきましては、15歳以下、16歳以上ともに7月下旬に、案内を発送しまして、現在、検診が進められていますので、ございます。実施状況についてですけれども、15歳以下の小児に関しては、昨年同様に25年の7月から12月まで6ヶ月間実施しております。15歳以上につきましても、上乗せ検診に加えまして、集団検診と医療機関での個別検診の実施をしておりますと、県外につきましても、7月から順次発行となりまして、8月から実施しております。3ページ目になります。今年度の新たな取り組みとしましては、各日誌としまして、受診勧奨ポスターを作成しております。これは小児健診受診機関から要望がございまして、何か分かるものを作ったらどうかということで、こういうような、受診勧奨ポスターを作成しまして、県内104の医療機関に、また同時に、医療機関の窓口に、チラシを、お送りまして、本社の方々に、受診の呼びかけをしております。各としまして経年データに引いた、検診結果の解析を行っております。飯舘村ほか、12の市町村におきまして、12の検査管理を行うことができるようにしために、震災前後の検診結果を出しまして、生活習慣上等への影響の評価解析というのを行っております。それは後ほど、4のところで、それから受診勧奨としてリマインダーを実施しております。健康診断の効果的な方法を行うということも指摘にしまして、5月に集団検診を実施し、飯舘村と連携として、6月に受診勧奨のお知らせを住民に配布しております。4としまして、市町村との連携でございます。まずは市町村へのフィードバックが必要であるということで、24年度の健康診断結果につきましては、データ確定し、でき次第速やかに対象市町村に情報の提供を行っております。また、最終自治体間の要請に応じまして、震災前後の検診結果の比較対策というものを行っております。また、市町村から必要がある、解析の要望がございます。には個別に対応していくとしております。各国のところに飯舘村の、事例がを示しております。飯舘村から例えば、結果の、解析に大学に、しますと、大学の、健康診察部門に行きまして、震災前後の住民の検診結果の比較を続けております。その結果を飯舘村にお返しします。その結果、平均体重 2.1 キロ増加した結果が出ましたので、これを飯舘村の、健康づくりに、やっております。2名にその、少し詳しく内容を示してありますけれども、平成20年から22年に、
材料、特定検診を臨時交付、応用先に承認しました。村大臣40歳での男女、1503名、それから震災後、平成22年、23年、あと24年に検診を受診された1032名につきまして、震災前と後で紐付けしまして、両方の結果のある方につきまして、震災前と後につきまして調べます。その結果、肥満が震災前が 36%、震災後は 48%、高血圧が 57% から 65%、糖尿病型が 9% から 11%、脂質体成長が 40% から 52% 増加ということが、明らかになりましたので、これを、自宅側の候補である1シルデに、掲載という形で、村民に対して、健康状況に対する意識を行う、さらには医療機関と対約して身体活動量強化のための健康教室を、開催するということが実際に行われるということでございます。まあ、今後このようなことを、各市町村との間で行っていって、受診率の改善あるいは身体活動量の、改善といったものを行っていきたいと考えているところでございます。資料3の4には、平成23年度と24年度の健康診断、解析の結果というのを、示しています。平成20年から22年に行われた、検診結果との比較を受けた、平成23年、24年度に避難地区等の調査の実施した特定健康診断と公益検査において、検査項目を上乗せして、この検診を行ったわけでございます。その前、震災前に平成20年、23、22年に行われた、同様の健康診察結果と比較して、平成23年は9兆円、平成24年は12兆円で、上乗せ検診に実施されております。その結果、対象者数は、平成20年から22年は2万7000人前後です。23年、24年は、23年が7800、24年は2万1900人になります。年齢を比べますと、平成24年が 65.6 歳、平成23年に 64.3 歳、平成24年から22年が66歳から 66.6 歳ということで、23年の平均年齢が高いということで、まあ、全く同じ募集団の比較ではないということをお伝えしておきたいと思います。丸3の6に身長、体重が示してありますけれども、このページだけ説明させていただきますと、例えば身長につきまして、男性の170センチ以上の比率というのは、平成23年度は、20年から22年に比べて 16.8% で、24年は比べますと若干下がっているのですが、それでもまだ身体前に比べると高いということです。女性につきましても、160センチメートル以上の、割合は23年が 9.6%。平成24年が 8.2 と高いということが推定されます。体重は男性70キロ以上が平成23年度は 30.4%、 平成24年度は 27% とやはり身体前に比べて高い。女性の65キロ以上が23年で 12.4、 平成24年度は 11.8 と、やはり体重の多い方が増えているという結果でございます。同様に、下のページに、クイーン、BMI、次のページに血圧、9ページ目に糖代謝、11ページに脂質代謝、13ページに筋機能、14ページに肝機能ということで、16ページに、そのまとめが、肥満の割合は女性の比率が大きくなって、平成23年度に比較して、平成24年は低下しています。しかし、平成20年、22年に比較すると、依然高いという値です。糖質代謝以上につきましても、平成23年度に比較して、平成24年度は全般的に低下しておりますけれども、20年、22年に比較しますと、男性の休止血糖、特に A1C の糖質の割合が依然高いということです。脂質代謝異常は平成23年度に比較して平成24年度全般的に低下しましたが、平成20年、22年度と男性の中性脂肪高の割合が依然高い。
換気の障害も、平成23年に比較すると24年は全般的に低下しましたが、平成20年、22年に比較すると全高値ということで、全般を見ますと、平成24年度は23年度に比較してやや改善の傾向は見られますが、まだ震災前には至っていないということだろうと思います。まあ、このような変化の要因を考察しますと、平成23年度は特に有利に扱われた避難生活による運動量の減少、観光で退院といった、食生活、食習慣の変化、精神的ストレス、睡眠障害といったものが、生活環境全般に変化を与えた可能性が推測されましたが、平成24年度においては、生活環境全般がやや改善された可能性というのがございます。しかし、最初に申し上げましたように、平成20年、22年と23年、4年の受診者は対象の地域に受診した年齢層、そういったものが異なっており、もともと募集団が、相違がございますので、厳密な比較ではないということをお伝えしております。で、今後、この県民健康調査は、健康診査は全年齢層を対象としておりますので、平成20年、23年、あるいは24年の結果を、まあ、基本としまして、今後、継続的に、データを蓄積するによりまして、生活の習慣を含めた一定の、予防といったものの最終的に活用していくと考えはい、ありがとうございます。何かご質問、ご質問、はい、お伺いしてください。双葉弁士会の久賀ですけれども、この県民健康審査、一つ、2、3人ですね、お伺いしたことがあります。で、この結果で見ますとですね、福井などの、それから BMI もちょっと、男女ともちょっととかね、肝機能も若干悪化したとか、そういうぐらいしかつかめないんですね。それで多くの専門の先生方が来ていらっしゃいますので、例えば当初はこの被爆の問題も絡めて電力検診の割を上乗せをしたはずなんですね、果たしてこの検診項目でいいのかということを先生方に専門先生方がしていらっしゃいますから伺いたいことが一つですね。それから今日の報告の中ではその血液動が入ったはずなんですよね。それが入ってないですね、血液動、その解析もしてないということで、これはどうなったのかなということで、あとは行政の方にお願いしたんですけども、今回の進めているこの健康審査は非常にやりづらいと現場が非常に困惑をしています。で、毎回私主張しているわけですけれども、これはもう住民健診、市町村の方に、健診を組み込んでいただいた方が受診率も上がるし、きちっとしたデータも取れるのかなと私は思っていますので、その辺をご検討いただきたいと思います。それから年齢別で今いろいろ書いてますね。特定健診40から、まあ、何歳か、あるいは高齢者健診、あるいは今度小児学童と変わってますが、今日のご報告のように16、例えばですよ、16歳と15歳以下とそう分けても構わないんじゃないかと、私はできるだけ年齢を区別する必要ないんじゃないか、成人と子供ということでもいいのかと思います。その辺をご検討していただいて、全県民ということを謳ってましたので、この状況ですと本当に1割ぐらいしかなりませんので、まあ、これが言った以上はですね、全県民に対する責任を果たせるのかどうか、その辺が心配です。その辺もご意見を伺いたいと思います。まずは、はい、それは私の答えられる範囲で、はい、点ではちょっと項目ですので、むしろ検討委員会の皆様にお考えいただいた方が正しいんだと思います。これは県民健康調査として始めるときに取り込もうと行こうということになって、我々が請け負ったという形になっておりますので、ぜひ皆さんの方でご相談いただければ。第2点目の血液像についてですけれども、今回お示ししたのは、あくまでも平成20年から23年度に行われた県民健康申請ではない、一般の検診で行ったデータの比較ということになりますので、その20年から22年には血液像がやられておらないということで、比較対象がないので、ここには挙げております。これから全県内、県外のデータが全部揃いましたらば、データという形ではお示しすることは可能になると思いますが、まだ完全に国が済んでおらず、入力が終わっておらないということで、今回はできる範囲でお示ししたということで、お答えをさせていただきたい。でき次第、その結果についてはお示しします。第3点目、第4点目につきましては、これは
それは県の方々が回答いただきました。県の方からということなんですが、あの論点分かりますか？大丈夫ですか？はい、どうぞ。はい、今回ご報告に上がっております項目を上乗せしての健康審査につきましては、この冒頭にもお話があったかと思いますが、基本的には市町村さんが実施する検診に上乗せするというようなことも含めて、でかつ当然それではお受けいただけないという方に対して、医科大学さんの方で例えば個別検診の機会を設けるなり集団検診の機会を設けるというような形をですねプラスアルファして、今回検診を進めているというような状況でございますので、今伊坂先生ご指摘のようにですねより多くの県民の方に検診というものをご活用いただいて自らの健康をチェックするというそのところについてのですね啓発については引き続き進めてまいりたいと考えております。はい、どうぞ。実はですね市町村検診でやってる方が内容が濃いんですよ。項目がきちっとしてますし、で今回このやったのは限定されたものしかありませんし、これで割っただけみたいな気がしますね。でその辺の項目を含めて先生方専門の方いらっしゃいますから何が必要だったのもやっぱりお伺いしてもいいかなと思っています。それからこの市町村検診の方は保健師さん非常に熱心ですのでそちらにかぶせた方がきちっと検診ができると思いますね。そちらの方はすでにお話したように項目も多いしピックアップするには別に難しい問題ではないと思います。そちらの方にかぶせていただいた方が成績は上がると思います。今の論点はですね非常に難しいと言いますか、まず対象地域が限られているという点ですね。それから他の検診が優先しているという今そして上乗せしているというところがありますよという話で、そもそも検診って何のためにあるのかっていうのを その話がこう検診本体は向こうに行っちゃっててですね、向こうっていうのは市町村のやるように行っちゃってて上乗せの部分だけが我々に来たあるいはデータだけが来るので本当はデータをこねくり回すのがこの検診の意味ではなくてどうやって健康管理に結びつけあるいは治療に結びつけていくのかっていうのが大事なところなんですね。で結局それがよく見えないのでその受ける側からしてもそれから実施する側からしてもなんとなくこう何のためにやってるのかよくわからないっていうようなそういう感じがあると。したがってこの検診について、今のところ16歳未満あるいは16歳以上でもそうですが検診の機会のなかった人たちで、避難区域その他にあった人たちについては検診の機会を与えましょうという意味では2年間やりましたと。それから、上乗せ検診といってその対象のところには住民検診に上乗せしてあるいは個別に検診をやりましたということなんですがそういう意味ではそろそろ検診項目をどうするのかということもそうですしどういうふうに結びつけていってあるいは、他の市町村はどうなんだと本当にその9内12の市町村だけでいいのかあるいはもっと全県に広めていくべきなのかどうかといったことについての具体的な議論というのが必要だろうという多分伊坂先生からするとそういう提案で現実にそういう患者さんを目の前にしている先生たちからすると、検診がなんか非常にこう複雑になりかつ分かりにくくなり受け手にとって、ね、のメリットもなんとなく分かりにくくなってしまっているということに対する違和感というものがあるんだろうと思います。何か先生方ご意見その他があれば放射線被曝の云々ということではなくて多分、生活が変わるでしょう習慣が変わるでしょうそれに対して、その習慣を見直したりいいようなことを意識してもらうためという意味で言えば一定程度、成果があるのだろうと思いますけれども前原先生と震災前の平成22年に福島県は心筋梗塞男女とも死亡率が都道府県別1位になってしまったんですね。でこれには肥満率がもう高いんです。福島県は女性に男性より食塩摂取率も女性に男性よりになってしまったね。そういうことがございました。そして震災後にですね昨年の24年の4月の学校保健衛生統計速報では児童の肥満率がですね5歳から9歳で全国1位
で、それは22年のデータだと大体10位前後だったんですね。ですから震災によって非常に、屋外の活動が制限されたとか、あるいはストレスによって、肥満が増えてきた。で、放射線自体による実害よりはですね、生活習慣の変化による疾病の変化の方がよほど大きいだろうというふうに推定されてますけど、まさにそのことが今福島県で起きているんですよね。でこれ見ると非常に貴重なデータだと思うんですけど、成人もですね、肥満率がすごく上がってますよね。でこれ非常に福島県民の生活習慣が変化してきているんだろうというふうに思うんですね。で閉じこもりがちな生活になれば当然喫煙とか飲酒も増えるでしょうし、非常にですからこの基本健康調査というんでしょうかね、これ非常に重要ですし、そういう今先生おっしゃったような意義を持ってですね、全県民受けていただく方がいいんじゃないかと私は思いますので、そしてこの結果もですね、ぜひメディアの方に公表していただいてですね、こういうような変更が起きているのと、福島県民もともと生活習慣の改善が必要だったわけですけれども、さらにそれをですね、強めないと震災後の悪化っていうのを防げないというふうに思います。今回初めて参加してますので、ちょっと認識不足だったら申し訳ないんですけども、こういうの確かに今前よりから指摘があって、非常にこれ貴重なデータですし、意味のあるデータだと思いますので、これをせっかくでしたら何かの形でじゃあどうやったらこれ改善できるのかという提言がやっぱりあるというのが一ついいのかなと。例えばよくこれは市町村でやってますけど、ヘルスアップ事業のような事業を実際にこういった方、結果が出た方に対して、どこかで行って、そしてこういう取り組みをやるとデータ改善するんだというのを広く福島県下の他の市町村にですね、広めていくというのは一つの、今後の活用展開かなとか個人的には思います。でそれもぜひ、もちろんその、県と市町村との連携というのは非常に重要になると思いますけども、ぜひそういった次の展開というのを考えればいいかなと思っています。はい、これ多分ですね、生活習慣の変化で、相当程度説明ができるんですけど、結局それをどうやってその保健事業に結びつけていくかって、まさにそれを先生がお考えになられて、それで市町村ごとにさまざまな取り組みを始めた。しかし同じようなことがこの対象でない市町村にも起きていることは当然考えられるわけで、我々は全県からを、検診の対象にするかどうかは別として、少なくとも保健事業を、そういう意味では一元的に県が市町村のお尻を叩いてどんどんやらせるというような仕組みが、必要なんだろうと思いますし、ここで今議論する話ではないかもしれませんけれども、がん検診との関係などもですね、やはりこう考えていくべき時がもうすでに来ていて、県もなんか市町村のことをバックアップしますよっていうのが昨日、おとといぐらいの新聞に出てましたけれども、県もそろそろ腹をくくってですね、太鼓を叩いたりお尻を叩くだけじゃなくてですね、先頭に立って引っ張っていくような役割を果たすべき時が私は近づいているのかなというふうに思います。いずれにしてもこの議論はもう一度今年のやることが決まってるんですね。今年やることは県と依頼の間で決まっていますので、この今年やりながら、項目どうするのか、対象者はどうするのか、そして当然それは、どういうふうな形でこの結果を個人的に、あるいはその集団に適用し、生活の改善、健康度合いのレベルアップを図っていくのかというようなこと、そして他の検診との関わりで受けやすい環境とか、そういうものについても考える必要があるんじゃないかというようなことも観点の一つに加えていただいて、これは単純にここだけの話ではないので、ここは断片的に切り出してここでやっている検査の話しか今してませんので、もっとその全体の保健事業や検診事業そのものの問題に関わると思いますので、私たちからすれば県下を挙げて県民の健康づくりのためにアクションを起こさなきゃいけない、それは皆さんの同意をいただければ、がん検診も含めて、県内の県民に対する健康管理を一元的に進めていくような、そういう方向を目指してほしいというのも、我々この県民健康管理調査委員会として、もしご同意いただけるんであればですね、県の方にとりあえず球を投げたいと、ぴゅっと投げてですね、キャッチをしていただいて、そして、当然、他で議論する場面があるんだと思います。検診のいろいろ制度管理をしている場面や、いろんなことがあると思いますから、ここでの議論に反映をさせていただくことをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですかね。そのように、この県民健康管理調査検討委員会としては、
今回のプラスアルファ検診の結果を受けて、依然権的な見直しについて期待したいというコメントを書かせていただきたいと思います。それでは続きまして、次に行きます。心の健康調査についてお願いします。福島県立医科大学県民健康官庁の心の健康生活に関する調査部門の担当の宮本と申します。資料41、まず41ページをご覧ください。実施状況についてご説明いたします。1番、平成24年度の現在の7月31日現在の進捗状況であります。括弧1、回答状況と回答率でございますが、合計21万1615人の方が回答でございますが、回答数は66,014ということで、現在 31.2% の回答率でございます。括弧2、回答結果暫定版でございますが、ご説明させていただきます。丸4の7ページをご覧ください。7ページ、資料42になります。1、目的に対象、観光法についてはそこに書いてある通りでございます。4の集計対象でございますが、平成25年2月7日から平成25年2月28日までに回答し、7月15日、19日までにエントリーを終了したデータ5万2116件についてでございます。6番の集計の暫定値のまとめをご覧ください。一番下の段落でございます。子どもの情緒と行動に関するスケールであります SP9 につきましては、年齢が低くなるほど基準値以上、16点以上の割合が高くなる傾向が見られました。いずれの年齢層にもつきましても、男児男子の方が基準点以上の割合が高い傾向が認められました。次に、全般的な精神健康度である K6 および PTSD もしくはトラウマ反応を反映する PCL テクニックについての値につきましては、年齢が高くなるほど基準点以上、K6 13点以上、PCL 44点以上の割合が高くなる傾向が認められました。また男性よりも女性の方が基準点以上の割合が高い傾向が認められました。ここで丸4の35ページをご覧ください。前回清水委員からご指摘のありました3の現在の放射能比が失礼しました皆さんやってみられます丸4の35でありません、大変失礼しました。丸4の40でございます。28ページでございます。丸4の40ページ、28の数字を真ん中に書いております。その18番の放射線の健康影響についての認識について、問い15の部分でございますが、今日23の3、現在の放射線被曝で次世代以降の人への健康影響がどれくらい起こると思いますかということで、それに対して前回、可能性は非常に高いという方が 34.9% いらっしゃったわけですが、現時点でのこの暫定値においてましては 25.4%、 前回比較的高いという方は 25.3% おられましたが、今回の暫定値では 22.6%というふうになっておりまして、トータルでは前回この2つを合わせると 60.2% だったものが、この暫定値では合計で 48.00% ということに下がっております。それでは丸4、1ページに戻っていただければと思います。丸4、1ページの資料41の1ページ目でございますが、括弧3、支援状況でございます。電話による支援は継続して、臨床心理士4名、検診2名、看護師2名が基本的に電話支援を行っております。まず尺度に、
肩括弧あの着度による支援でございますが、現在のところ合計4677名の方に、対応しておりまして対応率は 99.9%、 これ100%にならないのは随時、登録が行われているからでございます。支援済み率は 85.6% でございますが、支援未支援の方につきましては不在だったりしてもう一度電話をかけ直している方などを含んでいるからでございます。要支援者の転移でございますが、K6 が17点以上、または PCL が61点以上に該当する方を対象にしております。丸4の2ページ目をご覧ください。丸4、2の2ページの肩括弧 E、角度以外の項目による支援ということで、角度以外の項目と申しますのは、アスタリスク5の要支援者という下の説明文をご覧ください。子ども、大人に、一般に関しても、自由記載、案内記載の内容から支援が必要な判断された方、または高血圧、糖尿病、BMI、体重増加、精神疾患の起用などを参考に支援が必要とされる方でございます。7月31日時点で1806名ということで、対応率は 44.4%、 支援済み率は 33.6% ということでございます。そのページの丸に文書による支援でございますが、電話番号の記載のない方や不在が続いている方について、専用ダイヤルなどをご案内しております。丸3、市町村などの連携による支援でございますが、各市町村が判断し必要に応じて、福島心のケアセンターとも連携しております。市町村への申し送り件数は40件ですが、そのうち、6件が心のケアセンターとの連携事例となっております。丸4、その他の支援でございますが、専用ダイヤルへ直接ご電話をいただいた場合もご相談を受けしておりまして、この件数は12件であります。例えばの例では息子さんが引きこもりで困っているというような電話のお問い合わせがございました。括弧4、支援に関する今後の方針でございますが、丸1、 SDQ、K6、PCL の先行研究における基準値を超え上記支援者に該当しない方につきましては、8月中に文書送付を行う予定と書いてありますが、実は8月9日時点で 100% が送付し終わっております。7000件に相当します。丸2、尺度以外の項目において下記の基準に該当する方、つまりそこの下に支援基準と書いてありますが、必要な医療機関を受診されて失礼しました、されていない方、睡眠の質に満足しておらず、などそこに記載ある方、それから飲酒に関する項目によってピックアップされた方などでございまして、この件数もに関しても約 80% から 90% の方については文書送付が終了しております。丸4の3ページをご覧ください。平成24年度の面接調査一般の結果について、記載してあります。避難区域の住民の皆さんのうち、仮設住宅、二本松市の足立運動場仮設住宅および南相馬市の原町区牛越仮設住宅の住民126人、さらには、平成23年度調査票回答者23人、それから、ご協力いただけた精神科医療機関受診者の15人に対して面接調査を実施しました。市町村のご協力のもと実施することができました。その結果、現在の電話支援基準であるK6 17点以上、または PCL 61点以上という、基準につきましての妥当性が確認されました。同じページの3、平成25年度調査実施計画でございます。今年度におきましての SDG 形式 PCL および生活習慣の推移を見守り、継続して支援を行うため、出
問調査および面接調査を実施し、支援が必要な方々に対する具体的なサービスにつながる支援内容を明確にしていく所存でございます。各個に対象した調査方法などについては、そこに記載された通りでございます。丸4の4ページをご覧ください。丸3、調査区分、調査項目、発送時期などはここに記載してある通りでございます。丸6、調査後の対応でございますが、カタカッコは、インフタネットと同様に、臨床心理派遣看護師などによる電話支援を行ってまいります。カタカッコ E、電話支援により必要とされた場合は、東北医師、継続的な支援が必要な場合は、市長、避難元の市町村、および、福島心のケアセンターとの連携を行ってまいります。さらに登録の判断により、さらに医療的なケアが必要だと判断された場合には、福島県人材の子どもの心診療センターおよび心身療科で対応いたします。カタカッコへ、さらには放射線に関する相談の場合は放射線健康相談チームにおいてご相談してまいります。丸4、5ページをご覧ください。面接調査一覧につきましては、そこに、記述してありますように、避難区域に指定された地域の住民のうち平成24年度の回答者約30名の方および精神科医療機関の方約20名に関してさらに詳細な面接調査を行っていく予定でございます。以上です。はい、ありがとうございました。何かご意見ありますか。ちょっと私は先生の一つ教えていただきたいんですけど、はい、報道でですね、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、東京埼玉の福島からの避難生活者 PTSD 50% 以上という報道が確かなされて新聞報道でありましたけれど、対象人数はそんな多くなかったんだと思うんですが、この調査でこれそれに相当するような結果っていうのは何か得られるんでしょうか。その報道自体に、大変な私は疑問を感じておりまして、 PTSD と診断するためには精神科医が適切な診断基準のもとに診断しなければいけない。あの報道はまさにここで用いられた PCL チェックリストというものを用いて、そのリスクをチェックして、それが 50% の方に高い値が認められたということで、あ、そうなんですか。それと同じような調査をしておこうと思いますね。あ、そうですか、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうぞ。前回将来、次世代以降への影響というのが、60% の方があるというふうに答えたと、可能性がある程度高い、非常に高いと思います。で、今回その数字に非常に衝撃を受けたんですが、今回 48% ということで、これは優位に減ったというふうにお考えなんでしょうか。断定値でございますので何とも言えません。ただ啓発活動を行ってまいっておりますし、その成果が現れたと考えたいのと、あと、先日目の前にいらっしゃる清水先生が福島人口の方の新聞にも書かれておられましたけど、このような懸念が非常に心配だというような報道がなされてきておりますし、そういった影響で、皆様がだんだんご理解をようになって来られたんじゃないかと期待しております。優位とは言えるかどうか、この時点では言えないと思います。先日広島に福知事さんがお見えになった時に、今福島は2つの壁と戦っているんだと、1つが風化で、もう1つが風評だってことをおっしゃったんです。非常に印象的だったんですけども、この数字が本当に先生方のご努力によって下がってきたんだなというふうに僕も解釈したいんですけれども、ある意味、悪い意味での風化みたいな、悪い意味で変なんですけど、県民にもちょっと風化的なところがあって、どれも良くなってきたとか、そういう数字でなければいいなとちょっと思いました。感想です。この心の健康の調査の対象の方は、避難区域の皆さん21万人の方ですので、風化ということはおそらくないだろうと
先生おっしゃったように、あの新規制度に関わっているように、あの被害を最初に積もるリスクは確かに積もる見えなければいけない、そんなことはしないようにしなければいけないけど、過剰に見積もることのリスクっていう、それによって、人生を変えられる人たちのリスクっていうのも考えていかないと、まだ新規制度の新聞記事を読んで考えています。ありがとうございます。あのちょっと確認をしておきたいんですが、23年度の対象者と24年度の対象者というのは基本的に新しく生まれた人を除くと重なってますよね、基本的には。いや、転入者が入っております。あ、ですね。ですから転入者以外、それから新しく生まれた人を除くと、はい、基本的には同じですよね、はい、でその回答率の変化や、それから同じような、まあ、点数の変化などについてはどんなふうに評価をされているか教えてもらえますか。回答率につきましては、昨年は 42% でもあったわけですけれども、まあ、30.30 現時点におきましては 10% です。あの確かにその住民の方々が非常に避難生活の中で疲れていらっしゃるということと、我々に対する期待問題があるのかもしれません。あの受け手からするとですね、前回答えたんじゃないのっていうのは前も同じような来てたよっていうようなことがあってですね、でそういう意味でのある種の風化じゃないでしょうけど、なんかそういうことが起きている可能性もあるので、まあ、もちろんあのなんていうんですか、みんなにそういうものを周知するっていうその啓発活動が大切だと思うんですけど、前と重なっているんだけどここが違って毎年出すことにこういう意味がありますみたいなことを、あの例えば調査そのものに書くとか、あるいは1回出してもらった方はあの継続的にフォローが必要であれば23年度 の, その対象者であってですね、そのフォローの対象者であって24年度にもし返事がなくてもあの漏れるということはないんですか。ないですよね。つまりそれは、そういうふうな目でこれからも見ていきますよというメッセージをあの強く示すことが必要だろうと思いますし、多分受け手側からすると前回受けたよねっていうような話がきっとあるのではないかと思うので、そのあたりもあのやり方をあの工夫されるといいんじゃないかなというふうにあの私は思うんですが、いかがでしょう。現在あの大変なあの十分な議論をしなくてはいけないと思って慎重に今検討しているところでありますが、個人に対する結果返しについて今あの委員会の中でも検討しております。あのただこれにはリスクがある、特に心の健康度の調査ですので、その結果を返されて役に立つ方もいれば、それによってやっぱり傷つく方もいらっしゃる、その面で慎重な検討を行っています。あのもう一つ心配なのは、お返事をされない方の中にですね、悪くなっちゃってる方が いたりすることも心配なので、そのあたりはどうでしょう。おっしゃる通りなんですが、その返事をしない方からこと、こそ、精神科的には、メンタルケアの面では心配だというのをご指摘の通り、その方たちをどういうふうに抽出していくかというのは、やはり私はこの県民健康管理庁だけの限界があるだろうというふうに個人的には思います。ですので心のケアセンターを中心としてそういった方、さらに市町村の保健師さんと連携して抽出していこうと言っております。あの多分あのこれは細谷先生にも関係するんだと思いますけど、学校とかですね、さまざまな単位であのできるだけ多くの人たちにチャンスといいますか、治療なりケアなりに結びつくようなそういう活動につなげてほしいと私は思います。他に何かご意見ありますか。よろしいですか。来年の計画も今出された来年と今年度ですね、このような計画でやるということでよろしいですか、どうぞ。はい、これはずいぶん前の会にあの継続していただくことがとても大事だということを申し上げたことなんですけれども、あの回収率や調査そのものにあのだけにとらわれず、とにかく継続してあの
見ていますというメッセージをお一人一人に届けるということが一番大事だと思います。という意味で先生がおっしゃったように他の機関や他の体制との連携ということも今後柔軟に進めていただきたいというふうに思います。はい、それでは会議時間が3時間になるとなかなか大変だということが分かってきましたが、もう一山ございます。妊産婦に関する調査に一応話題を聞かせていただきます。資料もご説明をお願いいたします。はい、福島県医科大学原理健康管理センター妊産婦に関する調査ともに申し上げておりますが、資料5の1をご覧ください。現在これ実施状況についてということなんですが、第1ということで、平成24年度妊産婦に関する調査中間報告ということで報告させていただきます。第2の、5の3の方には、平成23年度と24年度の比較を載っております。現在データクリーニング中でございまして、重要と思われる、項目についてのみですね、データクリーニングを行っていただきまして、今回中間報告とさせていただきます。1です。実施状況です。平成24年度妊産婦に関する調査においては、対象者を、1、平成23年8月1日から平成24年7月31日までに県内で健康手帳を交付されたか、平成23年度のちょうど1年後に相当です。2といたしまして、同期間内で、県外で母子健康手帳を交付され、県内で妊婦検診や、分娩をされた方、いわゆる里帰り分娩をされた方を、対象としております。平成24年は12月、中旬に、発送いたしまして、14,516 件、発送いたしました。平成23年度は、16,000 飛んで、1件、発送しております。2です。調査の主な集計分析ということで、両括弧の1ということなんですが、後ろの第2の方の、こちら括弧がついてないんですけど、1、2、3にそれぞれ、対応しておりますので、ご覧ください。両括弧のうち回答者数についてですが、6月30日時点での回答者数、回答率は6913件 47.6% でございました。地域別は以下の通りでございます。平成23年度は9316件、回答者数がございまして、 58.2% の回答率でございます。両括弧の2、妊娠結果ですが、全県で流産の割合、これは 0.79%、 中絶の割合は 0.09% でありまして、前年度のそれぞれ 0.77%、 0.06% と、ほぼ同様の数字でございます。早産率なんですが、この割合は 5.86%、 前年度 4.75% でやや高いところにございました。一般的に日本の現在の早産率は 5.7% と言われておりますので、ほぼそのような数字になっているというふうに思います。単体妊娠におけます先天奇形異常の割合は全県で 2.32% でございまして、前年度は 2.74% 同様。一般的な発見率、これは出生時の発見率ですが、1000点以上の発見率ですが、3から5%とほぼ同様な数値でございました。一番多かった疾患は心臓奇形でございまして 0.86%、 これは昨年度は 0.86%、 0.80%、 昨年度が 0.86% で、これも、心臓奇形は約 1% と言われていますので、ほぼ同様の数値でございます。両括弧の3、母体の、母親の、メンタルヘルスということなんですが、これは、調査項目の中に、ここ1ヶ月気分が沈んだり憂鬱な気持ちになったりすることがよくありますかという問いと、ここ最近1ヶ月どうしても物事に対して興味が湧かない、あるいは心から楽しめない感じがよくありますかというこの2つの項目で評価しておりまして、どちらか片方あるいは両方、はいと答えられた方を打つ傾向ありというふうに評価しています。それで全県で打つ傾向は 25.6% でございまして、 前年度の 27.1% を下回りました。前年度と同様に早々地域で、高い傾向になりました。
して、うつ傾向が最も低かったのは南会津地域でございました。参考までに、健やか親子21、評価方法が銀原産後うつ指標というのを用いて評価しているんですが、それでありますと産後のうつの割合というのは 10.3% でございまして、本傾向が高いという結果になります。両括弧の4、家庭と育児の状況で避難中、これ仮設それから仮設以外も 含みますが、割合は総地区で 61.5% と高い数です。子どもの栄養方法に関しまして母乳のみと答えられた方が 35.3%、 ミルクと母乳の混合が 54.2%、 ミルクのみと答えられた方が 9.9% と、母乳のみの割合が前年度 30.4% よりも高く、ミルクを使ったという理由に関して、放射線の母乳への影響の心配と答えられた方が 6.2% とございまして、これは前年度の 19.8% を下回っております。大きく下回っております。育児に自信があると答えられた方は 46% で、ございまして、参考までに平成22年度の乳幼児健康度調査によりますと、次の1歳児に育児に自信があると答えられた方は 40.5% で、本件でもまとめます。でございます。両括弧の5です。医療の質に関してですが、全般的なケアを十分してもらったと回答していただいた方、とてもそう思う、と答えられた方が 80% を超えて 81.3% でございます。予定していた施設で妊婦健診、それから分娩を継続できた、できなかった割合は全県で 14.2% でございまして、前年度の 24.6% を大きく継続できなかった地域は前年度、すみません、前年度は総地域 72.8% と非常に高かったんですが、今回は、県外の方が県外から、調査票を送られた方だったという結果になりました。自分で県外に、移動したという方は、前年度の 54.7% から本年は 25.1% と減少しております。妊婦健診を予定通りに受診できなかった割合に関しましては前県で 2.3% でございまして、 前年度の 18.8% より大きく減少しております。妊婦健診が予定通りに行かなかったことによる影響がによって影響があったと回答された方は前県で 26.5% でございます。両括弧の6です。次回の妊娠についてということを、平成24年度の調査から、新たに加えております。次回の妊娠を希望する割合は 52.7% でございました。参考までに平成22年度の第14回出生動向基本調査によりますと、結婚10年未満の夫婦で子供を予定している割合は 58%、 すでに子供のお子様がいらっしゃる方に限りますと 51% ということでございまして、本件のこの 52.7% というのは決して低い数字ではないというふうに判断しています。次回妊娠希望者が求めるサービス、今後どのようなサービスを求めるかということに関しまして、育児や小児医療に関する情報やサービスが 70.3% で一番高く、次いで、保育所、延長保育、病児保育などの拡充が 65.7% でございます。次回妊娠を希望しない理由として希望していないと答えられた方が 46.5% と最も多く、次いで今いる子どもに手がかかるが 35.6% でございます。放射線影響が心配のための割合は 14.9% でございます。両括弧の7です。電話支援状況です。電話支援総数は100059件でありまして、支援理由はうつ傾向による支援というのが、先ほどお話ししたうつ傾向による支援が726件、 68.6% を占めまして、自由記載の内容によるものが333件、 31.4% でございます。相談内容は、母親の心身の状態に関することが 33.1% と最も多く、次いで、子どもに子育て関連のこと 26.7% でございます。前年度に一番多かった放射線影響や、心配に関することが占める割合は、29.2% から 23.4% に減少しまし
両括弧の8です。自由記載内部、自由記載欄に記入した方は1430人 20.7% でございまして、前年度3722名の方、40.0% の方が記入されておりましたが、それよりも減少しております。自由記載で、内容で最も多かったのは、前年度と同様、胎児子どもへの放射線の影響についてが 26.1%、 前年度 29.1% でございました。これ記載されている数が、全体の数がかなり、3720人から、ね、1430と言っておりますので、絶対数は、この放射線、影響についてと答えられている方が1142から373件と検証しております。報告は以上です。はい、ありがとうございました。何かご質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。ご意見の証でございます。2点お伺いしたいんですが、まず1点、前にお聞きしたかもしれないんですが、この中絶の割合っていうのは、頻度というのはあまり大きな差がないと思うんですけども、その中で事故が原因と思われたということを推定することが、そういう例があるかどうかというのを推定することが可能なのかどうかというのが言って、それから母親のメンタルヘルスは、確かにこうやって見るとそのエジンバラの指標というのから見ると、数字だけ見ると高いと思うんですが、この辺の意味で原因はどんなような分析をされているのかどうか、もしお考えがありましたらお聞かせいただけたらと思います。はい、ご質問ありがとうございます。中絶の割合に関しましては、これは母子手帳をもらってからの方で、一般的な中絶の割合とはちょっと異なっているというふうに思います。で、その母子手帳をもらった後に中絶した理由に関しては、詳細は調べておりません。それは、産婦人科的にはいろんな理由が実はあるとは思っております。一つは、いろんな胎児の異常とかということもあると思うんですけれど、詳細については、事故が影響しているかどうかというところまではちょっと、アプローチすることはできないというふうに思っています。次に、母親のうつ傾向に関してなんですけど、確かに数字的には高いのですが、理由についてというのはまだ分析というところまでに至っておりませんが、今後ですね、これはあくまでも数形の、数のですね、報告なので、今後ですね、いろんな移動とかですね、それから、家庭の状況とかですね、そういうものを含めてですね、詳細について、分析していく予定でおりますので、いずれそのような報告ができればというふうに思っております。よろしいですか。はい、どうぞ。宮城県立こども病院の室木と申します。前回から院になってようやく少しずつ分かるようになってきたんですが、中絶の件なんですけれども、総理府の人口動態統計の速報を見る限りでは、震災前後で中絶の頻度はあまり変わってないという、その点、そういうのが出てるようです。お聞きしたいのは、今回のそういう放射線被曝と、それから、赤ちゃんの異常とか危険とかっていうことに関しては、やっぱり一部の人はかなりこう注目して見てると思うんですが、この頻度に関していろいろとおっしゃいましたけれども、この異常の割合というのは、あくまでもこの調査、アンケートによる回答による頻度ということなんですね。はい、調査票による結果でございます。これは例えば出生日あるいは1ヶ月の時点で、全然診察してやったという頻度ではないわけですね。はい、そうです。そうなりますと、例えば今、藤森教授のおっしゃった新規検に関しては一般頻度と考え、あるいは一般的な発見率 3% か 5% と比べて考え、内射低いっていうことに関しては、あまり比較の意味がないと考えられるんじゃないですか。これはあくまでも調査の結果でございまして、もう一つ、ここで追加して発言させていただけるのであればですね、福島県内の全数調査も日本産婦人科医会を中心に行っております。これは施設ごとの、症例ごとではなくて、施設ごとに胎児異常が何人生まれているかという、数量の
調査でございます。それは、先生もご存知のように、ある一定、すみません、ある決められた施設間だけで、例えば福島県内であったならば、今までは大学病院と基幹病院数件だけでやっていたんですが、実はこれは震災後に、産婦人科医会の方で拡大調査ということで、福島県は分娩を扱う施設すべて、登録、加盟してやるということになってですね、いずれその数字は先生おっしゃった数字に関しては出てくるものと思われます。全数調査、ここに書かれている一般的な発見率、過去3から 5% っていう数字なんですけども、個人的には、教科書的には一般的な 3% とずっと言われてきました。WHO が数年前に、5% ぐらいあるだろうっていうような形の勧告を出しまして、これはですね、結局のところ、どこまで異常と見なすか、どこまで病気と見なすかが一つ、それから、どの段階で評価するかですね、出生直後に見つかったもの、その後1ヶ月後、あるいは1年まで見るか、そういったことによって、だいぶ変わってくる数値ではあるんです。ですから、私なんか、我々なんかも、やっぱり医学的なことはやりましたけれども、どこまで定義するか、あるいはどこまでフォローしていくか、あるいはどこまで労力を、ね、かけて、一人一人診察していくかって、だいぶ変わってくる数値なんですね。決して私は今回は医療不提供もまず、医学的な見地から見てありえないと思いますし、実際に妊娠中の急爆に関してもいけないだろうとは思っているんですけれども、ここでかなり厳密にきちんとやっていかないと、なかなか説得力あるデータが出てこないんじゃないかと思うんです。で、まず、福島県で全施設の全数調査を行った場合に、データが出てくると思うんですが、それをどこと、何と比較して、その影響というか、それを出すことになるんですか、それとも。先生、ここは県民健康調査の話なので、ちょっと違う話になってしまうかもしれませんが、それはいずれ先生にはお話しできるというふうに私は思っております。それから今、一般的な数字とおっしゃいました、先生、確かにおっしゃる通りで、私の理解によりますと、出生時 3%、1歳児までの間に 5% というのが、私が理解しているというか、一般的に言われている数字、先生もおっしゃいましたように、生まれて大体1歳までの間に大体100人2人ぐらいの間に、いろんな異常が見つかるというふうに言われているというふうに私も思います。詳細なそのどこまで胎児の異常と、すみません、新生児の異常と取るかということに関しまして、異常のですね、項目がですね、5の6ページとか見ていただきますとですね、これは自己申告なものですか、調査のものですから、この程度で、把握しているというふうにご理解していただければというふうに思います。よろしいでしょうか。あくまでも先生、調査、時期式の調査による限界ということもやっぱりあると思いますが、先生おっしゃるように、きちんとした数字、出していくということも我々大切だということはもちろん理解しておりますが、これは時期式の調査の現実だというふうに理解しています。その通りでは健康調査の問題ですね。確かに自己申告の記載でこの5の6は非常に興味深く見てたんですが、今後もこの妊産婦の調査が続くようになると思うんですけども、そうしますと例えば平成23年度にあったデータ、平成24年にあったデータ、25年という形で、実はその中身が少し変わってくると思うんです。というのは、おそらく平成23年の時には、妊娠中に原発の事故があって、場合によっては被爆の可能性があった。ところが、24年、そして25年となってきた場合には、実はその、妊娠しない時に、被爆を受けたかもしれない。でその後に妊娠出産して生まれてきた子供がどうだったか、いわゆる減額的影響というやつですね。それが非常にその風評で、先生も、ね、書かれている通り、その県の女性とかを、いろんな意味で苦しめている。そういった意味でなんかそこら辺まで意識して、今後この調査を進めていく予定があるのでしょうか。そうなりますと、例えばですね、パートナーの男性の被爆も、推定線量ですか、
それを意識してやらなくちゃいけないことになってくるんですけど、その辺いかがですか。そこまでの予定は今のところはないということと、やはり我々ができることはやはり客観的な結果を出していくということと、もう一つ県民健康調査の大きな目的というのは、やはりそういう先ほどうつの話も出ましたけれど、そういう方々のメンタル的なサポート、電話支援を含め、それからどうしてもそれだけでは足りない方々を市町村の保健婦さん、助産師さんに連絡をしてですね、サポートしてあげるということももう一つこの調査の大きな目的でございますので、調査で得られたデータに関しましてはできる範囲内で、数値的なものというのは出していきたいというふうには思っておりますが、先生の望まれる完璧なデータというのはなかなか難しいというところがあるかもしれません。それでもう少しないものねだりで、その5の6のこの病気の内訳ですね、もし今後その仮にですね、その低線量被ばくによる遺伝学的というのがあると仮定した場合、恐らくないと思うんですけども、その場合はこの疾患の中で恐らくゲノムで発症するポテトゾーナドミナントの疾患が増えていくだろうという仮説があると思うんですね。そういった意味でこの内訳に関しての解析、これは恐らく議会での調査の問題になるとは思うんですが、そういった視点というのはいかがでしょうか。過去に報告ある、例えば白内障とか二分脊椎裂小頭症等に関しましては、項目として挙げてはおりますが、極めて高いという数字ではないというのは先生ご覧になってもう分かってらっしゃると思いますが、それ以上に関してはやっぱりやはり展開というのがありますので、時期式の調査ということで、この程度ということ全数調査に関しましてはいずれ緊張した形で、私ども参加しているという立場で、福島県の施設は参加しているという立場ですので、おそらく産婦人科医会の方で、全国データと比べて出るということになるんじゃないかというふうに思っておりますが、ここは先生県民健康調査よろしいでしょうか。はい、分かりました。ですね、この検査を検定調査ですね、それは今お話があった通り、時期式であるということと、それから、かなりバイアス入っていく可能性があって、僕がこう見るとですね、その、最初のところの2023年と24年と随分違うんですね。で、誤判が9と1みたいな話があって、その非常に小さいものも異常だと言って申告してきた可能性もあってですね、これは今後評価をしていくということになるんだろうと思います。ただびっくりするような値でないということだけは確かだというふうに我々は受け止めて、今後行われるであろうその全数調査、その他の調査にも期待をしたいですし、場合によってはですね、基本調査と掛け合わせるといいますか、するというようなことも、必要があればですね、考えてみることもあるんだろうと思いますが、今の時点でそれをどうしてもやらなきゃいけないというようなことには私には思いませんが、どうでしょう皆さん、そんなことで引き続き調査をしていただいて、その安心を得るためというよりは、きちんとデータを取ってですね、で特に場合によってはこの妊婦さんとかそのパートナーなんかも、基本調査はできるだけ出してもらってもらうというのは一つ考える、ターゲットとすべき対象者の一つなのかもしれませんので、このあたりの、返答率がどうなのかというのことについては考えはありますか。よろしいでしょうか。今調査表に関してお話がございましたので、資料の5の2をご覧ください。平成25年度も妊産婦に関する調査を行うことが決定しておりまして、これが、平成25年度の、調査表の試案でございます。本日認めていただければですね、11月末をですね、発送の、目標といたしまして準備させていただきたいと思います。簡単に平成25年度、平成24年度と変わったところだけご説明させていただきます。表紙のところで、調査の目的、調査の対象等をですね、タイトルをつけまして、分かりやすくしております。それから4ページですが、今までの妊娠分娩歴なんですが、今までは数字を書いていただいてたんですが、数字の、足し算が合わないというような方が結構いらっしゃいまして、それぞれの妊娠ごとにどのような結果になったかということを、書いていただくことにいたしました。
それから今、都庁の方からご指摘がございました、その、基本調査への参加に関しましては14ページをご覧いただきますと、この、調査で基本調査書の申し出がご提出されましたでしょうかという問いがございまして、これでいいえと答えられる方には基本調査票を再送付してもよろしいでしょうかという項目を平成24年度から昨年度から、設けさせていただいておりまして、これで入るという答えられる方に関しましては数百件と聞いておりますが、送っているというふうに聞いています。数百件送っているということですね。だというふうに、はい、それではそのように引き続き回収率、回答率を上げるような努力を期待したいと思います。一応一通り終わりました。前の調査戻っていただいても結構ですし、言い残したことがあればご意見、ご発言いただきますが大丈夫ですか。それではちょうど半になりましたんですが、長時間にわたる場合とどうですかね。これから一回トイレ休憩ぐらい取った方がいいですか。どうですかね。そう、止めましょう。次回3時間コースの場合は途中で一回トイレ休憩取らせていただくように課長の判断でさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、それでは本日の議題は以上でございます。私からそれでは次回の日程などについて県からの発言を求めます。次回の開催、検討委員会の開催につきましては11月中旬を目途に調整を進めたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは11月中旬ということですから、先ほどの甲状腺の部会につきましては、これまでに第1回会合が責任を有するように努力をしたいと思います。本日は長時間にわたりましてありがとうございました。先生方ありがとうございました。これをもちまして第12回福島県県民健康管理調査検討委員会を終了いたします。ありがとうございました。引き続き事務連絡をいたします。この後この会場にて、引き続き検討委員会終了後の記者会見を開催したいというふうに思っております。会場のレイアウトを変更いたしますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。ご対応いただける検討委員の先生方におかれましては、レイアウト変更後ラフ画の席にお座りいただければと思います。また医科大学の先生方におかれましても着席をいただければというふうに思っております。現在の事務局の席が記者さんの席になりますので、ご準備の方をよろしくお願いします。
それでは、検討委員会後の記者会見を開始したいと思います。記者会見列席者につきましては、本日受付等で渡した資料を参考に、ご覧いただければと思います。まずはじめに、座長から一言よろしくお願いします。はい、長時間のご聴ありがとうございました。我々も大変でしたけど、きっとずっと聞いてらっしゃった皆さんも大変じゃないかなと思います。少し前回からですね、スタイルが変わりましたし、私自身も前回本当に突然の指名でどうしようかなということはございましたが、今回、新しい提案もございましたし、そしてそれに対応して、検討、交通整の検討部会の話もできるだけ早急にという考え方から今回提案をさせていただきました。皆さん方のご質問やさまざまなご意見についても、積極的にお伺いしたいと思っています。しかし、11時、12時までやるわけにいきませんので、できるだけ重複を避けてご質問いただきまして、実りのある会見にしたいと思いますので、ご協力をお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。前回同様、本日の検討委員会の議論を踏まえてのご質問をお受けしたいと思います。質問につきましては、まず座長にお受けいただき、委員の方からお答えをいただきます。なお、今回の記者会見につきましても、調査を担当している県立医科大学の各担当の先生方も同席をされております。記者会見終了時刻は17時30分を予定しております。時間が限られておりますので、ご協力をお願いいたします。それではまず、本日の議題に沿って基本調査に関する質問からお受けしたいと思います。挙手をお願いいたします。所属、氏名をおっしゃってからご質問をお願いします。では基本調査につきまして、はい、どうぞ。 LCN プレスの吉岡といいます。よろしくお願いします。基本調査の中で66ミリシーベルトという方が放射線作業従事者だったということが検討委員会の中で出されておりましたが、これは普段の生活のみの線量なのか、もしくは作業従事中の線量なのか、少しどちらかが分かりませんでしたので、教えていただきたいと思います。はい、安村先生、お答えいただけますか。現在詳細にデータを持っているわけではありませんけれども、作業従事に伴う、労働に伴っての被曝をというふうに理解しています。労働に伴う、つまり、電力放射線障害防止規則で対応されている線量も含まれているということですね。それではなく、場所として被曝線量の高いところに長期間いたということで、この線量の評価を、海洋線量の評価をしておりますので。作業従事の時の外部被曝の線量と普段の生活と合算したものだというところですね。作業に伴う被曝線量に関しては私たちは把握しておりません。あ、なるほど。それはまだ別ということですね。わかりました。ではその放射線作業従事者の方々と、その普段の被曝と、そして、作業従事の時の被曝線量を合算すれば100ミリを超えるような方々もおられるような気がするんですが、それはどこが網羅されるでしょうか。その合算をしての評価という意味です。
県民の方々でご専門現時点で私のでは把握はできていません。わかりました。他にご質問ございますか。はい、前列の福島民友新聞桑田と申します。よろしくお願いいたします。資料1の3のですね、実行天井結果の評価について今日もいろいろお話が出たということなんですが、今回この、放射線による健康影響も出ると考えにくいと評価されるという文言にありましたけど、次回以降の文言というのはどのような形で一応するような形になるんでしょうか。はい、これはですね、どういうふうに書くかというか、具体的な文言は最終的には議題と私どもで決めさせていただきますけど、先ほどの議論に沿った形で変更ということになります。何かアイデアがあれば、具体的な書きぶりについてはですね、次回以降といいますか、できれば私これできるだけ早く訂正して皆さんに分かるようにしたいなと思っています。今の質問に関連です。朝日新聞の本田正人というのが、この部分の表現についてなんですが、上から2段目、これまでの疫学調査により100ミリシーベルト以下での明らかな健康への影響は確認されていないことからとなって、その次に4ヶ月間の積算実行線上推計値であるが改良として放射線上健康影響があるか考えにくい限りを評価したことになっているんですが、これ A だから B という論理構造になっているんですけれども、そもそもこの1のところで引用のもとになっているのはアンスケアの資料になっていますけど、細かいことを言えば100ミリシーベルト以下じゃなくて未満だと思います、レスなんだと思うんですけれども、そういう細かいところじゃなくて、これ A だから B というところには論理的にはつながらないと思うんですが、普通確認されていないこの表現もですね、専門家の先生方に大変失礼な無礼な言い方ですけれども、基本的にはアンスケアにしろICRT の考え方にせよですね、これは明らかな健康への影響は確認されていないとかいう、そういうちょっとアバウトな言い方ではなくて、すべての年齢層を含めた全部のがんのが統計的に 5% の有意に達していないという考え方だと思います。でこれは基本的に健康に影響が統計上とか疫学上有意ではないということと健康に影響がないということとは全然違うと思います。だからこの A だから B というこの B の結論だからというのはですね、やっぱり間違いというか不適切な表現だと思いますが、もし B の結論に導くなら放射線による研究は健康への影響は分からないというのが普通は論理的な規定だと思います。でその点についてちょっと専門家の先生のご意見をお伺いしたいという点が一つと、それから後の方の甲状腺検査のところでもありましたけれども、基本的にこの甲状腺検査をやっておられる鈴木真一先生 の, お考えとか、それから今までの専門委員の先生方のお考えではですね、それこそ清水修司先生が今日質問をされたようにですね、チェルノブイリの場合と比較して5、6年経って出てくると、でそれからまさに鈴木真一先生が分析されたように、こういうその低年齢ではなくてこっちの場合はかなりティーンエイジャーでも上の方で出てきていると、だからその原発事故放射線以外ではないのではないかという、そういう点から導き出されているわけですから、この表記はやはりその点から言ってもちょっとこう矛盾があるんじゃないかと思うんですけれども、ご意見を聞かせてください。ご見解と。私自身の話と、専門家の意見の話はまた別にしてもらいますけど、私自身 の, 発想とすると、この表現がやはり今日議題になったようにですね、話題になったように、クリティカルにって科学的にギリギリと詰めていた時正しいかみたいな議論をするとすれば、やっぱり問題があるから議論になったんだろうと思っています。ただその影響があるとかないとか言葉尻の問題ではなくて、少なくとも一つの線として示されている100ミリシーベルト未満という数字と、今回一般の方々が被爆した線量を比べると、このぐらい違うんですよということを表現しているというふうに私は理解しています。なお、それぞれの専門家の方、お答えになる方からお答えいただきたいと思います。今の追加の、追加の説明があるかと思います。長崎大学の高村ですけれども、基本的には今わからない、わからないという意味が、どういうかと分かるんですけども、これは、私ども、私の理解ではわからない、つまり小さリスクとして小さすぎて証明できないということが一つの100ミリシーベルトという数字の、
一つの考え方ではないかと思います。だからそういった考え方をある程度反映させるような表現にできればいいのかと思っております。いや、できれば杉先生にお伺いしたいんですけれども、要するに統計学上、疫学上優位な優位ではないということと健康上影響があるということは別問題ですよね。同じではないですよね。だからそこのところの区別をしたら、少なくともこの B という講談の結論というか、この評価が出てこないのではないのかということを申し上げています。星先生がおっしゃったところまではこちらも理解できます。だから今までそもそも今回例えば甲状腺がんが何件か出てますけど、これは原発事故以来ではないだろうと、放射線以来ではないだろうというふうに鈴木先生や医大の先生方とか検討院の先生方がなぜ結論付けられたあるいは評価されてた、その推測の根拠はこれではないんではないかと確認しようと、ね、だからここでそのことからという3行目でこのつなぐ論理の方がおかしいんじゃないかと、この文章はですから、だから繰り返しになりますけれども、そういう議論があったと僕も認識しています。ですから、だからこそ清水先生からもね、この説明をちゃんとしろと、内部評価のことを含めてきちんと分かるような表現にまとめましょうという提案があったので、私はそう理解していますし、そのように変えて いくことになると思いますから、まあなんかすれ違っているような気もしないでもないですけど、私はそう考えています。正しい的確な表現をお待ちします。他にご質問、一番向こうです。今の100ミリシーベルトについて、ご質問なんですけども、法医研のこうよくある図、レントゲンとか宇宙線とかいろいろ組み抜く図、はい、これが、先般書き換えられるような状態、こう100ミリシーベルト以上かと以下がというところで表現の仕方を変えているんですけども、実際その100ミリシーベルトで、先ほど本田さんがおっしゃってますが、IWM 100ミリシーベルトでその優位な増加、それ以上で優位な増加があるということと、それ以下で、健康に影響がないということ、でこれは先ほどのご議論の外部被曝と内部被曝を分けるということとは違うと思います。外部被曝と内部被曝を分けて100ミリシーベルトということとは違うと思うんですけども、ですからその点について、私が申し上げたのは外部被曝なのか内部被曝なのかということについて明確なここに記載がないので、誤解を与えているとすればきちんと書きましょうといったことを言っているだけであって、分けて考えましょうといったことはありません。すいません。で分けて考える、その点ではなくて、影響が健康への影響があるということと有意差がないということの違いです。なんとなく全問答しているような感じなんですけど、深宮先生、高村さんがおっしゃったようなことも、いや要するに統計的に確認できないという優位な、ね、関連が見えないということしか言えないわけですよ。でそのだからといってゼロとは言えないというのは確かだけども、それはいろんな他の主要要因の中に紛れてしまって区別つかないという意味だと思います。それ以上のことは、要するに調査しても解明できないということだと思うんです。それというのはここにある参考文献で言われていることという理解でよろしいですか。いや、この参考文献についてはですね、私は先ほど言いませんでしたけれども、このアンスケアの報告書が具体的にどういう記述になっているか、先ほどの私の質問に関わって言えば、内部被曝と外部被曝合計してですね、100ミリという言い方をしているのか、あるいは外部被曝に限定していっているのか、その辺もこれ読んでわからないんですけどね。だからもう少しこのアンスケアの報告書をこういうふうに参考文献として引くのであれば、記述の内容まで説明してもらった方が県民にはわかりやすいというふうに思っています。あともう一つ、100ミリシーベルトについてなんですけども、非常に多くの方が、年
400ミリシーベルト未満であれば、健康への影響はないというような誤解をされているんですけども、これはリスクコミュニケーションをこちらされている方いらっしゃるかちょっとわからないんですけども、非常に多くの方が年間100ミリシーベルト誤解されていました。で、こういった誤解が起こる原因とか、そういったものに何か、思い当たる人は教えていただきたいと思います。ごめんなさい、質問の意図がよくわかりませんけど、正しい評価、正しい理解を得るような努力は、これからも、これまでもしていくつもりです。もうそういう誤解がある、まあ、そういう誤解ですから、さまざまな誤解があるとすれば、それは払拭する方向で仕事をしていくのも我々の一つの役割だと思っていますから、まあ、それ以上答えがありませんけど何かコメント答えになるかどうか分かりませんけれども、基本的に、まあ、今日はこれでなんですけども、まあ、長崎と広島の原爆のデータから、まあ、あれ基本的に9年に1回の被爆、外部被爆ですけれども、まあそれをもとにいろんな防護の基準を決めているという。しかしながら、今言いましたように、やっぱり ICRP 等々で、まあ、決められている基準にはある程度単位がありますから、その単位として基本的に急性被爆であっても慢性被爆であっても、まあ、同じその100ミリというのを現在使っているわけで、健康影響の目安としてですね。でそこで、まあ、パーネルというのを使っているわけです。基本的に、まあ、基準の防護の基準の考え方として、まあ、急性被爆と慢性被爆同じというふうに、まあ、仮定をした上でそういう防護の基準を作っているということだろうと思います。ただ、まあ、実際の健康影響では急性被爆と慢性被爆の影響は異なるか同じかというのは、またこれはちょっと科学的な議論で、そうではないというふうには思いますけども、まあ、基準としてはそういうふうに決めているという、そこら辺から少し分かりにくさというのが出ているかなという気はします。すいません、今の確認させていただきたいんですけども、年間100ミリシーベルトというのが安全基準、単位防護基準で、防護基準で、いわゆる緊急被爆時ですね、事故、災害が起こったときには、年間100ミリから20ミリシーベルトの中の、まあ、できるだけ低いところで抑えなさいということの100ミリシーベルトパーイヤーということになります。すみません、時間と、あれなんで、最後、一つだけこれに関連してなんですけども、その広島、長崎の、データをもとにとおっしゃっているわけですけども、それは全ガンですか、それとも個別のものも含めて100ミリシーベルトというのが一つの防護基準になっているんですか。質問は個別のガンを見ていったときに、すべての個別のガンで100ミリシーベルト以下で、そのいわゆるここで言われている明らかな健康への影響が確認されていないということで、この防護基準が作られているのか、あるいは全がんで処理されたものなのか、どちらでしょうか。高村先生はおそらくご存知なんではないかと思うんですけど、今ちょっと詳細な資料がありませんのであれですけども、基本的には全がんだと思います。ありがとうございます。他に基本調査についてよろしいでしょうか。はい、朝日新聞の野瀬と申します。簡易版の調査の関係でいくつか確認を、簡易版基本調査、先ほどのやり取りの中で、年内には始めたいというようなお話、すみません、されてたかと思うんですけど、要はこれいつから始めるんでしょうかという質問を今一度させてくださいということと、仮に年内に走行開始することが仮にできたとしても、いよいよもう発災から3年近く経つ頃にようやく簡易版を導入するということの効果についてどのようにお考えなのか、お聞かせいただけますか。まあ、遅きに失したという意見かもしれませんが、私自身は今回の提案はできるだけ早く前倒しで簡易版を普及して、できるだけ多くの回答を得るように期待をしています。私は、じゃあ
先ほども検討委員会でもお話ししましたが、検討委員会でも、承認というかですね、速やかにすることに関してご了解いただいたと思ってますので、直ちに、調査ができるような準備をして、遅くとも年内と思ってますので、できるだけ早くと思っています。で、2つ目のご質問の、こんな遅くなったことに関してということで言えば、遅きに失しているのではないかということは、確かに大変申し訳ないというふうに思ってますけれども、十分な検討をして、しっかりとしたしっかりとした改版というのも変ですけれども、詳細版に変えた形でも使いやすく変えていただけるようなものを作るのに、若干というかですね、手間取ったことに関しては本当お詫びしたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。時間の関係もございます。甲状腺検査のについても移りたいと思いますが、甲状腺検査についてご質問がある方、3列目の方か。共同通信社の前田です。一つだけ質問させてください。鈴木先生が先ほど、今回の確定者の使用を、見ていたところ、半年だとほとんど変わらないところから 2,3 年以内できたものではないというようなご判断、ご見解を示されたんですけれども、ちょっとそこの詳細について、この18人の確定者の中で全員についてそれが当てはまるのかどうかというところと、ほとんど変わらないというのが、最大どれぐらい大きくなったのかという詳細なところを教えてください。お願いします。一例一例の詳細なデータは今お出しできませんけど、私どもが一番心配なのはそこです。で、ただ一次検査、そして二次検査も何度か調査をします。そして場合によっては治療の時もまた直前に検査をする人もいるかもしれません。そういう人の経過を見てどんどん大きくなっているという人の情報がない。で、そのたびに、検査バイアスはあります。ちょっと大きくなった一時で、あとは脳胞を伴って液体を伴っている人は液体部分は容易に大きくなりますから、それはあまり、採用されません。しこりの部分が会うたびにどんどん大きくなる。それも1ミリとか2ミリの単位じゃなくて、0.5 ミリとか10ミリとか、そういうのがみるみる大きくなってくるということは今までの症例では皆さんでは把握されてませんので、今のところ出してませんけど、我々の世界では本当は論文にするときにそういうのを出したりする場合もありますけど、それは条件的に必ず何日後に見たっていうのはないので、例えば今その清水先生のご質問に答えるのに、その腫瘍の育ちが あまり変わってないよ、そんなに急にできたものではないよということは分かるよという意味でお答えしました。で、数字に関しては詳しい統計を取ってないというのは逆に言うとほとんど動いてないということだから、あと見るたびに縮んでる人もやや縮み出している人までいると。で、それはどんどん縮むわけでもないです。縮んだりややほとんど同じところで動いているということであります。毎日新聞の日野です。若干今に関係するかもしれないんですが、基本的に手術例は全て全摘手術と考えていいのかどうかということと、それからこれ検査の一次検査の精度に関わる部分だと思うんですが、その、一次検査で見つかった位置ですね、腫瘍の位置なりがその、そのままちゃんとその手術の時に正確なものである、ちょっと私も素人なんでわからないんですけど、そのまま、そこの部分ががんであるということが、当たっていたのかどうかっていうのはちゃんと調べているのかどうかということと、あとリンパ節の覚醒っていうんですかね、どの程度何例ぐらい行われているのかどうかで、その、これあと県民に説明する部分だと思うんですけど、全摘手術をした場合、あとリンパ節覚醒した場合に子どもの場合、今後その後どうやって処置するのか、どのように対応していくのかっていうのはちょっと一回説明していただけないかなと思うんですが。はい、鈴木先生お願いします。まず日野さんが今質問されていることは、まず手術の詳細ですよね。
これは県民健康調査は二次検査をして、そこである程度悪性ないし悪性疑いというところで、通常診療にするんです。で通常診療は医療行為になりますので、そこに対して今具体的な話をここで、述べることは避けたいと思います。あ と,、一般的な話ですね、腫瘍の位置が確認できないのかというのが、これは日本中どこでも甲状腺の専門家そうですけど、悪性ないし悪性疑いの細胞診が出て万が一それを手術した、で今回も手術例が あるわけですけど、手術で確定したものというのは、まさかあの手術したところが悪性じゃなくて違うところがあったとか、または取り残したということは考えられないというか違うと思います。予定通り診断をされて、確定診断した人はそこにあったということで、そういうものであります。実は私親族が最近甲状腺がありまして、高齢の女性なんですけど、でまあ、実際1回見つけたのが右で、最終的に左も全部全摘したという事例になったんですけど、そういうケースというのは今回ないんでしょうか。そういう具体的な事象は医療の世界ですから、いろんなことがあると思います。で我々の方から日野さんのご親族の例に対してコメントは個人的に話していきますけど、別にそういう趣旨ではなくてですね、それは例としてあげただけで、その手術まで含めてどういう事例になったかっていうのを提供しなければ、なんていうんでしょう、かなり分かりにくいというか、この検査が正確だったかどうかも県民には分からないんじゃないでしょうか。はい、日野さん、そのまさにそのね話を今日してたんですよ。その手術の仕方云々について言えばですね、まさに診療ですから、この甲状腺検査とは切り離して考えるべきだけれども、そして当然プライバシーは守られるべきだけれども、やはりここで見つけた癌がきちんとフォローされて、きちんと治療されているということは、我々はやっぱり検証する責任があるだろうと思っています。したがって新しく作る検証の委員会ですね、評価委員会については、先ほど念押しをされました、プライバシーちゃんと守ってくれよという話をされましたが、それを、確保した上でできるだけ詳細に一つ一つの症例についても確認をする作業というのは避けて通れないと思っています。でこれは一つ一つの症例を皆さんの目の前に、この症例はこうでした、ああでしたというようなことについて言えば、それはご勘弁願いたい。しかしながら、この県民健康管理調査の甲状腺検査 その有用性だとか、そこで見つかったがんのそのがんどうなっているのかということを含めて、しっかりとした検証をさせていただいて、やはり県民に提供する私は責任があると思っていますから、まさにそこを今回具体的に今までいろんな壁があってといいますか、いろんな問題があって、問題といいますか、ね、いろいろ、我々としては、評価を、報告を聞いて、それに、こういうふうに答えるということだけではなくて、私たち自身がそこに一歩踏み込もうということですから、すぐに今までその答えを出してくれではなくて、我々その評価委員会の中で責任を持って説明をしていきたいと思います。回答は同じことかです。古野木野と申しますけれども、まず1点がですね、鈴木先生に、今回その悪性と悪性疑いという表現になっていますけれども、これ医大の方では甲状腺がん取扱規格に沿って判定をきちんと区別区分けをしていると思います。この判定でいうと悪性、それから全部で4段階5段階ぐらいあると思いますけれども、この判定を公開していただくことはできないんでしょうか。悪性あるいは悪性ですかね、いろいろ段階があると思うんですけど、でもう1点がですね、良性の1人の方がいらっしゃいますけれども、この方は膀胱がんということでよろしいでしょうか。それから、疑いの25人なんですが、これは全て乳頭がんということでよろしいでしょうか。それからもう1点、これ最後で、医大 の, 学外委員のことに今日言及されていましたけれども、そのうちの1人が清水先生というお話がありましたが、これ学外の専門委員の方の名簿がですね、一切非公開になっていて、情報開示をしても真っ黒で出てきます。ぜひこれメンバーの方の名簿を公開していただきたいんですけれども、その辺は今日できれば名前を教えていただきたいんですが、それはできますでしょうかね。
ちょっと整理しますね。で、個別の症例その他の取り扱い云々っていう話については、多分今日ここで聞かれてもパッと出てくる話じゃないでしょうから、我々も先ほど言った通り、答えた通り、症例についてもアクセスをさせていただいて評価をするということにします。ただどこまで皆様に公表できるかどうかというのは、先ほど来申し上げている通り、プライバシーの話や患者さんの同意ということがありますから、そこはご理解ください。で、取扱規約の部分の話を、まず瘻疱癌というのはどこから出たんでしょうか。良性結節です。瘻疱癌ではありません。ややもすると世の中には、細胞診で分からなかったものが手術をすると瘻疱癌だって分かることがあるということで、そういうお考えの方もいるでしょうけど、これはそういうものとは全く違います。まずは悪性疑いというのは診断基準にのっとり、細胞診の診断基準の悪性、そして悪性疑い、それ以外のものは保険診療での経過観察になります。ですからそこに関しては言及していない。で、少なくとも悪性と悪性疑いに対しては公表している。それ以外はその他の診断基準になるということになります。で、最終的にその良性結節出たのは瘻疱癌ではなくて良性の結節です。いわゆる医学的にも悪性疑いが日本人の専門家に見てもらっても同じ、変わらない。で、複数回かなりの数を細胞診をしても変わらないということで、確定診断をしたところ、手術で確定診断をして病理を詳細に見たところ、最終的に良性結節という判断になったということであります。瘻疱癌ではありません。はい、わかりました。学外専門委員の私が話すものではないと思いますけど、はい、それは公開ができないということでよろしいですかね。とりあえず鈴木先生の判断では公開できない。あなたがおっしゃった情報開示請求ということに関しては、そのような形で 今のところ行っているということは、はい、うちのセンターの対応です。それから1点、先ほどその悪性疑いの その甲状腺がん取扱規約に関しては、経過観察、医療行為の経過観察になるという話ありましたけれども、これは医大の甲状腺の専門委員会の中で議論されてますよね、判定含めて。なので、医療ではなくて、医大の、この県民健康管理調査に関わる甲状腺専門委員会として、どのような判断をしているかということなんですけど。基本的にそういう、全てそういうところに通しているわけではなくて、悪性疑いというのはいわゆる通常 その診断基準ですので、そこで疑義のあるもの、非常に難しいものに関して専門委員会を通すということですので、通常はそこまで出たらあとは保険診療で次の検査をしながら手術までして確定を診断をするのかどうかというのは、今度は保険診療でのここの対応です。一つ確認なんですけど、がんとの取り扱い規約に関する判定基準というのは、統計的には数字を取っていらっしゃらないということですか。統計的には把握はしております。数字把握されて、その数字は出していただけないということですか。基本的には悪性疑いとその他にして公表するということをしております。いや、その理由は何でしょう。要するに取り扱い規約の分類でのものが知りたいんですけども、それを出していただけない理由というのは。申し上げますけど、悪性疑いの他の、診断基準というのは、その後経過観察になる文言であるからであります。以上です。質問されてない方で、はい、2番目の方。朝日新聞社の大岩と申します。1点は鈴木先生に、その甲状腺がん の成長の仕方でちょっとよく分からなかったので教えていただきたいんですけれども、普通、その潜在がんなどがあることを考えると、できてずっと長い間小さいままで、ある時、その進行がんに変わっていく時にガーッと成長するっていうような感じがするので、成長していないからといってそれが2、3年前にできたんじゃないっていうふうには言えないんじゃないかなと思って、単にできて小さいままでずっと いるっていう状態のできたばかりのがんっていうのもあるんじゃないかなと思うので、ちょっとその辺をどうかしてください。容易な話ですけど、大体平均が15、6ミリっていうことを考えると、
その急にできたにしても15、6ミリになるまでは相当かかります。もうあの通常の進行している甲状腺がんでもそうですので、やはりあのそれは今の2年ないし2年半という時期からすると一般的にはあのただ我々はあの時間を遡って全てをあの見ているわけではありませんので、これは今までの診療や研究あとそういうものの我々専門家の常識として、基本的にはそういうふうに捉えられるということで、あの今のご質問の、できた瞬間を見た人は誰もいないので、ただ通常これだけの数を見て同じようなパターンで見てると進行が早い、随分あの近いうちにできたんだなというのは我々は想像できるものとできないものがあります。その中で、想像できるものは今回ない、割と前にできているのではないかということで、あの今回の中で、まあ、あの平均は15ミリぐらいなんですけど、ちっちゃい方は 5.2 ミリという方もいらっしゃるじゃないですか。そういうちっちゃい方はどうなんでしょうか。もちろん、基本的には、10ミリまでを微小がんと言います。で、5ミリ以下ですから、先ほども言ったように潜在がんというのは非常に多いので、それを取り扱うというのは注意しようというのは一般的に甲状腺の専門家の扱いです。で、5から10に関してはただ大きさだけで治療するのではなくて、反回神経ってコロダス神経の近くに存在しているとか、気管のすぐ近くに存在しているとか、あのそういう場所とかですね、そういうこと、あとはご本人やご家族の希望というのももうありますので、あとはリンパ節が腫瘍の割に腫瘍が悪性を疑いだということで、経過を見るかどうかを相談している中でリンパ節の方がすごく腫れているとか、いろんな事象があって、そういう臨床的な問題で、手術適用というのは決まりますので、そういう中で、最終的に原発層という、その腫瘍そのものが結果的に小さかったということになります。そのサイズだからストレートに手術をするということは基本的にはないです。5から10というのは非常に慎重に対応するところなんですが、プラスアルファ何かあれば手術に当たるということがあると思います。そういう小さいがんは比較的最近できたっていうふうには考えられないんでしょうか。ですからそれなりにプラスアルファの人もいますので、非常に早すぎるってことはないと思いますし、5.3 ミリの人がじゃあ何年かかるかっていうのは確かに、その人がじゃあ死に最後にできたかというと、逆に言うと動いてないので、先ほども言った、2年でできたらかなりあのその何回かポイントで測ってますので、かなり、じゃあ 5ミリの人がなぜ手術回ってくるかというと、その前から5ミリ以上だから対象になっているわけですから、そうすると最終的にもっと、実はもっと詳しい話をすると、超音波所見では、その境界がはっきりしないものを手術して、最終的に固定標本で見ると 5.3 ミリだけど、非常に疑わしい部分が随分あって、ある程度のサイズで撮っているのもありますし、いろんなことがあります。で、その中で決して 5.3 ミリってこの例の人は、あのしかも あまりこれ確定ではないので、まだあのそういう人も含めてあの今後そういうことが分かるんではないかと思いますけど、大きさが動いているわけではないということで、認識していただければと思います。我々ももし、今までもそうですけど、一例一例、そういう対象の人がいたらどうなんだろうというのは真摯に考えてますので、そういう中で、そういう疑問を強く抱くような症例は幸いにも今のところないということで、あとはあの全てそうですけど、ここに判断するのではなくて、ある程度の数がないと想定できないことが多数ございますので、それはそれで、きちっと今後検討されると思います。ただ今現時点での我々は分かる範囲でのことですので、確定的な断言をしているわけじゃなくて、答えられる範囲で答えております。以上です。すいません、ちょっとあと見てあって、簡単な方からあの、比較、他県との比較なんですけども、先ほどのご説明で40人、B 判定の40人ということだったんですが、確か44人ですいらっしゃったと思うんですが、そのうち同意が取れなくて40人になったっていうのはどうなんでしょうか。あの先ほど申し上げたのはですね、ちょっと手元の資料をじっくり見て分析したんじゃなくて、約40名ぐらいいたということで、その人たちを
フォローアップするということを申し上げたので、正確な数字が必要であれば、資料を確認しますけど。あ、でもすでにかあの、二次検査を、まあ、自主的に受けられた方は何人かいらっしゃると思うんですが、もう、がんではないとか、がんだったとかっていう結果が分かっている方もおられるんでしょうか。それを今、あの委託事業という形で、検査機関に委託して、実行していただいているという段階ですので、詳細についてはまだ申し上げる状況ではありません。あと、あのこの、専門部会のことなんですけれども、まあ、そもそもこの今回あの、専門部会を、まあ、あの星先生が、まあ、お作りになろうと思った、その目的というか、やはり背景にはその今回の、あの甲状腺検査について、まあ、県民の方の中から、あり方ですとか、あるいは 結果の解釈について疑問の声ですとか、まあ、不安の声が出ているから改めてきちんと、まあ検査を実施しているんじゃない方たちで精査しようというそういう目的だと解釈してよろしいんでしょうか。あのそれも一つです。あのがんが見つかるとですね、それはあの多い少ない、いつできたか、関係があるのかって必ず、まあ、そういう質問攻めに合うんですね。それに対して、いやチェルノブイリだどうだか大丈夫だよというようなことだけでですね、あの不安が払拭できたり、あるいは理解が進んだりするとは私も思っていません。あの科学には、まあ、現時点で信じるに足る科学には、まあ、それなりの信憑性があるんでしょうけれども、その科学だけでですね、人間が動くとも理解を進むというわけでもないと思いますので、私はあの今こういう状況にあって、さまざまな意見やさまざまな心配や不安の声があることを当然承知しています。で、先ほど申し上げたように、その不安を払拭するためにやるのかといえば、その主たる目的は多分そうではないと思いますけれども、あの私たちがそういう、まあがんのこれからも数が出てくるでしょうし、これから長期にわたって検査を進めていく間にですね、まあ、いろんなことが起きるかもしれない。その時に現時点でやられている調査やその調査の結果、検査の結果についてやっぱりあのもう一回り外から見ておく必要があるだろうし、そのことは私自身もこの検討委員会に課せられた使命だと思いますし、そういう意図と意識を持って取り組むということでありまして、なんかこうみんなのなんかこう不安を消すためにですね、なんかこう火消しをするとか、そういうふうに取られるとまたお前その不安除去のためにやるのかみたいなことをまた言われちゃうので、そうは言いたくありません。ただしそういう声があることが我々があのやっぱり一歩踏み出さなきゃいけないと思った理由ですが、そういうその後押しをしていることは事実だと思いますので、その辺はですね、あのそのように理解してほしい。あとそのまあ被爆、今回の原発事故の影響、ごめんなさい、影響についても検討されるということでよろしいでしょうか。あの先ほど申し上げた通りです。あの基本調査の結果などとも付き合わせが可能なものについては今後考えていく対象に当然なってくると思っています。はい、先ほど40ぐらいに申し上げましたけど、正確に46です。じゃあ一番向こうの方、星座長に今のことなんですけれども、この、評価部会ですか、新しく作るその専門部会についてなんですが、今のお話を伺っていますと、こちらに書いてあります、あの具体的には検査や治療実施した等以外の第三者複数の専門家というふうになっていて、あのここには医大の先生方は入らないのかなと、その調査を実施している方たちは入らないのかなと思ってこれを読んでいたんですが、それでよろしいんでしょうか。この委員会の方に入りませんが、当然あのデータを出してもらったり説明をしたりしてもらうためにあのお呼びすることあると思いますけど、メンバーの中に医大に今関わっている人たちに入ってあのもらうつもりは基本的にはありません。なるほど。あの第三者委員会というのは第三者的な立場で評価するというのは非常に大事だと思うんですね。その検査を実施していない方たちが評価をするというのは非常に大事だと思って、これを読んだところ、あの部会の委員のメンバーの中に星先生が入っていらっしゃいますが、今の甲状腺のこのお話の中の、2の3ですね、4番目の二次検査の実施状況の中で、ちょっと私今回あの勉強不足で初めて見てびっくりしたんですが、
7月24日から星総合病院において、いわき市の福島労災病院において、二次検査を開始しているということが書いてありましたが、これは、いつから開始すみません、これはですね、私は関わっていません。私は関わっていませんって正しくないですかね。私どもの病院を拠点に二次検診をの一部をさせていただいているということは事実でありまして、それとこのことは直接関係がないと私は思っていますが、思っていらっしゃるんですか。はい。去年平成24年度ですね、福島県医師会、先生よくの医師会の方たちの声を代表してとおっしゃるんですけれども、医師会の会員の先生方がですね、甲状腺エコーの委託を目的として今研修を受けられていたと思うんですね。確か第1段階第2段階第3段階があって、その後にエコーが始まるということで、現地のこちらの地元のお医者さん方が、甲状腺エコーの検査の方に踏み切ろうということで、かなりの先生方が手を挙げられたと思うんです。その先生方 の状況を今聞いていくと、なかなか、ね、2時の講習会終わったけど3時が終わってない。で、3時が終わった後にさらに、試験があって、でも試験があったからといって自分の病院でエコー検査ができるのではなくて、しばらくまた、出張して、県民健康管理庁さんの方で出張して、そのエコーを受けて、そういう実績が認められたら初めて委託ができるかどうかの審査になって、非常に遠い話だという話を聞いてるんですが、星先生のところ、星座長はどうしてこういったの早く決まったのでしょうか。ちょっとこれは私よりも鈴木先生に説明してもらった方がいいと思いますので、どうぞ。経過決まったんですか。はい、お願いします。はい、今回の二次検査を実施する拠点病院ということで、モデル的に私どもの方で、県がお医者様、その、検査をきちんと行うための、それに適するお医者様がいらっしゃる、かつ施設があるなどのことをですね、私どもの方で判断させていただきまして、私どもの方からまずはモデル的に、県中といわきで、二次検査ができるモデルを、拠点を作るということで、昨年12月からいろいろと検討しておりまして、私どもの方から福島県としてそれぞれの病院にご依頼申し上げ、ご承諾をいただいたというところで、今回二次検査をモデル的に開始させていただいております。で、なお今お話がありましたように、県としては当然ながら、これはずいぶん前から表明させていただいておりますが、県内、これ長期的に継続してやっていかなきゃならない甲状腺検査なので、県内において複数の一次検査、二次検査ができる医療機関を今後、ご協力いただける機関を整備して、整備ということはおかしいですが、設けていくということになります。それに伴いまして、医科大学の先生や医師会の先生方が今現在、その確実に行うための、検査を確実に行うための技術を習得されるという目的で、さまざまな研修を企画参加されているというところになります。ですので、私どもとしてはできるだけ早い機会に、もう来年度から本格検査になりますので、早い機会にですね、県内のお医者様というか病院に対して、将来の一次検査、二次検査を担える病院になるということについての意向を伺っていきたい、これは県としてやっていきたいと考えています。わかりました。星総合病院は今、今回はモデルとして、二次検査を始められたと、モデルとしてやってらっしゃるということです。よろしいですかね。二次検査に限らず、今度先ほどお話があったようにですね、県民のこれからの長期にわたる検診を実施するために必要な技術の習得という話が今ありました。もちろんこれまで専門領域としてやられている先生もいて、外から今手伝いに来ていただいている先生などもそうですけれども、学会の認定を取ったり、さまざまな努力をされている先生たちが今全国から集まって検診をしてくれています。で、この質の高い検診、精度の高い検診を引き続きしていくということが我々にとっては大変大切なことだとは思っていますけれども、そのためにはそれなりの制度管理というのが必要で、そのためには本当であれば多分非常に難しいかもしれない、甲状腺なりの専門の認定を受けなきゃいけないということがあるんだろうと思いますけれども、
まあ、そうではなくて県内で、まあ、できるだけそれに近い形で研修をし、今の試験も行い、そして実務も見せていただいて、そういう方々にだんだんとその外から来ていただいている県外、その方から来ていただいている先生に代わって県内でできるようにということを考えているわけで、まあ、遠いと言われれば、まあ、そう感じる先生もいらっしゃると思いますけれども、私とすればですね、読んでいただければ分かるんですけど、議事録、私はずっと最初から早くこれをやってほしいんだという話をしてまいりました。そして、鈴木先生とも話をしながら、あるいは県ともそうなんでしょうけれども、どういう体制で臨めばうまくいくのかというようなことについてもしてきたつもりでいます。ただ私は最初はですね、1回目の検診の途中でもなんとかできればいいなと思ったんですが、なかなか難しいということで、来年度以降ですね、2回目の検診が始まりますから、まあ、それまでには最低限そのやりたいなという思いはあります。でそれには間に合わせるように今企画中でありまして、先ほどの1時2時3時というのが正しいかどうかはあれなんですが、甲状腺のエコーの方の半蔵研修といいますかを、基礎編応用編ということでやらせていただいてまして、福島で9月、そして郡山では10月に行う予定になっています。その後の、ことについても、試験ですかね、試験についても準備をしてもらっていますし、まあ、できれば早くに、まあ、そういう先生たちに出てほしいと思いますし、もう一つは先ほど言った施設のことに関して言っても、それなりにデータが提出していただけて、長年、検診をきちんとしていけるようなそういう施設に、やっぱり施設としても参加願いたいという思いがありますので、まあ、それを遠いとか大変とか言われれば、まあ、そうかもしれませんけど、私はできるだけ早くそういう環境を作りたいと思います。わかりました。どうしてもなんか星座長が、そして星先生がそこの総合病院がやって、そして星先生がまたこちらの委員会の、座長として参加されるというとですね、何かこう星先生がいろいろやってらっしゃるのかなと思ってしまうんですが、そうではないという理解でよろしいですか。第三者的な立場でのこちらの委員会だということで、名前だけではなくて、そういう意味ではですね、はい、私はこれに全く関わってきてないかというと、最初からこの県民健康管理調査の検討委員会はずっとしてきてますので、そういう意味では関係者ですよ、私はね。ただ今回新たに加わっていただく、つまり県民健康管理調査の検討委員会に今入っているこの5人のメンバー以外の先生たちについては、できるだけ今までこの県民健康管理調査の甲状腺の調査に関わっていない先生たちに入っていただこうというのが趣旨です。ありがとうございます。ぜひデータを交換しながらお願いします。透明性をもっとお願いします。終了時間が迫っております。ですね、質問されていない方からということで、どうぞ。すみません、アワープラネット TV の白石と申します。2問ありまして、1問目なんですけれども、鈴木先生に確認です。先ほど議論の中でも質問にありましたそのチェルノブイリの検診の件なんですけれども、以前私の質問に対して、チェルノブイリでは事故後5年以上経過してからの検診だったというご回答だったんですけれども、今回ちょっとそのエコーの検査 の, 精度の問題でちょっとうやむやだったんですが、この内容に変化がないか、まずご確認お願いいたします。ですね、答えよろしいでしょうか。そこに関しては清水先生もおっしゃったように、4、5年後、あの時にネイチャーに一人論文が出たんですけど、急に増えているという論文が出た時に、日本に、まあ、チェルノブイリ以外の国の人はそのエコー検査のバイアスじゃないかということで、最初はにわかに信じられなかった。でそのうち、逆に言うとエコー検査がいろんな国から入ってきて、それまではその0から5年ははっきりしないというのは、僕はそこが地元の人がやってらっしゃったようだということしかよく分かってないので、その後の支援に来た日本の先生たちの話は聞いてたり、あと論文に出てるものは知ってるけど、そこはただやられてたようだってのは分かるけど、詳細が分からないのではっきりしないということを申し上げただけです。分かりました、ありがとうございます。それからもう一つは安倍さんにお願いしたいんですけれども、去年の6月にですね、福島県のマネジメント会議で6月26日だったと思うんですけれども、この甲状腺検査において必ず誤診が起こるというふうに安倍先生
生が発言されて、その後8月にですね、10億円の医療賠償責任保険に加入されているかと思うんですけれども、まず必ず誤診が起こるというふうに発言された背景を教えていただきたいのと、あとその医療賠償責任保険に入る以外に何かその誤診を防ぐためのですね、何らかの措置というか取り組みをされてきたのかどうかという点を教えていただきたいと思います。ですね、そういったことについて本日検討委員会での議論はしていないということと、そういったことを含めて今後は評価検討委員会を設けるというような議論をしてきたところですので、この記者会見も終了時間を過ぎております。できるだけ今回の議論に検討委員会での議論に沿ったご質問をいただきたいというふうに思っております。いや大事じゃないですか、答えてくださいよ。10億円の医療保険というのは検討委員会の対象にならない。それ誤診を検証できないからですから、そういった話をして繰り返しになると思うんですね。繰り返しにならないでしょ、すぐ正確にすぐと。あと記者会見の時間はすいませんです。ちょっとごめんなさい、ちょっとですね、ちょっとその話一回置いてください。他の質問先にやりましょう。はい、秘密会の癖が全然抜けてねえじゃねえかよ。ちょっと待ってくださいね、いいですか。私はその10億円の話も知りませんし、そのなんとかの話も申し訳ないけど知りません。で今答えられるかどうかも分かりませんし、今少なくとも今日議論してませんので、今日の議論で明らかにしたいことを先にさせてください。公衆衛生センサーについてまだご質問ある方いらっしゃいますか。最低なやつだな、お前は。これはですね、一番後ろの、ですね、2人目の方から。どうぞ。そう、はい。朝日新聞の日村です。よろしくお願いします。鈴木先生にちょっと発言のことで確認させていただきたいんですけども、専門部会の方に、積極的にデータをですね、出していくことになると思うんですけど、患者の元に立った上で、それを逸脱することはできないということで、出す出さないというものをですね、判断していきたいという旨のご発言があったと思うんですけども、大切なデータで判断の基準になる大切なデータでございますので、例えばどういう基準で出す出さないを判断するのか、そしてそれが正しいのは誰がどう判断するのか、その辺のちょっとメルクマールといいますかですね、その判断基準を少し、もし試案があれば教えていただきたい。はい、ありがとうございます。重要なことだと思います。以前に同じ本田さんからもそういうご質問をいただいておりますし、常に考えることで、重要なことで、ここの兼ね合いというのは非常に大事です。皆さんが知りたいこと、それは実はですね、この当事者になった人の家族や当事者も全体はどうなんだろうって知りたいこともあります。ただその個人が同定されることで不利益を得るようなことがないように、でその判断は、私でもなくて皆さんでもなくて、その当事者の目に立った判断を尊重しなければいけないと。それは一律でない場合もあるということです。そのここに立っているということ。ただ皆さんがこのくらいの基準ではいいんじゃないかということを公表しなさいというのも非常に大事なことです。でそれをまた当事者に帰って確認をする。でそういうある意味丁寧な対応をしながら、少しずつ出せるものは出していくというのが重要なんじゃないでしょうか。それには お互いの例数とか時間とかいろんなものが影響すると思います。ですからあまり基準を決めてしまうと、その基準がこの症例数少ないときはいいかもしれない、少し時間が経てば本人たちも周りも変わってくるということがありますので、あまり基準化というのには考えておりません。ただ皆さんのお気持ちも分かりますし、でもまずは僕が言いたかったのは患者さんというか当事者たちの気持ちが一番大事だということでございます。僕らは別に関係ないんで、きちんとね、せっかく検討、専門家で検討されるんですから、きちんと適切なものがね、出せるかどうか、でもう少し出してほしいというのは出せないときはですね、それをきちんとお互いのその同意をやって、いいですか。結局ですね、先ほどから申し上げて、その関係者を入れないっていうような言い方をしているのはですね、評価側と評価される側が、少しそういう意味では第三者っていうよりはきちんとそういう話し合いをして、こちらとしては見せてほしいんだと、
しかし見せられないんだ、じゃあどうしてなんだっていう議論をきちんとするためにということが背景にありますので、それはもちろん何でもかんでもってわけにいきませんけれども、私どもとすればできるだけデータにアクセスできるように努力をしますし、鈴木先生が患者さんとのやり取りというのの中でそういうものをできるだけ実現できしてもらえることを私は期待しています。すいません、検討委員会 の記者会見でちょっと他のテーマの説明があったところですので、もう終了時間過ぎております。まず、健康審査についての質問をお受けしたいと思います。健康審査についてよろしいですか。すみません、要望ですが、質問がある限り記者会見は続けていただきたいと思います。で、健康審査に関してですが、議論の中で伊坂先生からも、質問があったと思うのですが、白血球の分化分に関しての、考察がないと。で、まあ、藤森先生のおっしゃる通り特定健診などではないですが、後期高齢者健康審査などでは貧血検査として白血球数や赤血球数、血小板などを調べていると思うのですが、それとの比較は考察はされないんでしょうか。この健康審査を受けておられる方々は被爆線量が県民の方々の中で比較的高いとされている方々ですので、白血球などの考察はやはり出していただきたいと思うのですか。すごい、まあ、今回の解析といいますのは、特定健康審査、後期高齢者健康審査で上乗せをやったものなわけなんですよね。でそれを20年から22年度にやったもので共通して行われたものでないと比較ができないものですから、一部の人はもしかしたらば貧血検査をやっているかもしれませんけども、白血球分、特に白血球分化に関してはやってはいなかったかと思います。わかりました。わざわざ、2011年度の検討委員会では白血球の分割を上乗せして、特定の方々に健康審査をするということでしたので、今回わざわざ上乗せされた白血球の分割の考察評価がなかなか出されてこないというのは少し疑問なんですか。まあ、全のデータがありませんので、申請の影響があるかどうかというのは今回の結果ではわからない。ただ23年度からは23年とかはですね、データがだんだん蓄積されていきますので比較ができるように、震災直後1年後、2年後、3年後というふうな形での、白血球、赤血球、血小板、分化といったものがデータが出せるようになると思います。何らかの、伊坂先生もおっしゃっておられたような自治体がやっておられた健康審査などからの比較はされないということですね。震災前のデータとはそういう意味では比較はしないということなんですか。いや、震災前でここに書いてありますのはこの、10でしたかね、10町村か市町村からはデータの提供に同意を得ています。得られたところとのデータを比較しているというふうに言っていただきます。わかりました。ちょっとですね、もしかしたら先生、私の認識ではですね、多分そういうことを比較することだけじゃなくて、せっかく白血球分化をやったんだから、まあ、そこから何か病的なものが見つかったりしてないのかっていうことが知りたいんだろうと思います。ですからそれについてはそれなりにといいますか、ちゃんと出す、だってお金かけてやって白血球分化を調べたんですから、それは出して当然だと思いますから、比較という意味ないならないというふうに出せれば、それでその今の疑問は解けるんですよね。はい、最初 の検定委員会の時にも申し上げましたように、今後県外すべてのデータが揃いますと、追加項目に加えも合わせましてデータとして公表していきたいというふうに考えます。その時には、まあ、23年度と24年度を合わせて比較するような形で出せるかと思います。今回はあくまでも今公表できるデータで比較した結果ということになります。すみません、先生方のご都合、会場の都合ありますので、質問短く、はい、健康審査について、じゃあ質問されてない方、じゃあ。福島テレビの井上と申します。担当局に1点だけなんですけど、今回では20万人の大台を超えて21万6千人ぐらいの方が一時検査を終わられて、で44人の方が今回悪性もしくは悪性疑いと出たかと思うんですけど、
すみません、今健康審査のお話ですので申し訳ないです。健康審査についてご質問がある方、ちょっと本当に終了時間、会場通告もございますので、はい、じゃあ、どうぞ。あえて聞くんですけど、健康審査の伊達市を除くっていうのは、避難地域ではないからという解釈でよろしいですかね。その通りです。もうこれも難しいことは承知であえて聞くんですけれども、その、基本調査の結果、必要と認められた人に対して対象とするっていう議論は、去年の4月ですか、4月に終わって、ペンディングされたままで、今も止まったままなんですが、これは再開する予定、つもりってあるんでしょうか、どういった状況が整ったら、この議論って再開できるんでしょうか。よろしいですか。結局ですね、基本調査の結果が出て、そしてその上でプラスアルファの検診をする人たちもそこにエントリーできるというようなことを、想定して、そういう枠組みを作りました。で、現在のところそこにどういうその人たちを入れるのかということについては議論が進んでいません。これは検討委員会の一つの役割だと思いますので、次回以降その、新たにエントリーするとすればどういう人たちにエントリーするべきなのか、またその必要があるのかないのかということを含めて議論したいと思います。大鶴先生を運転して専門委員会を研究者に立ち上げて、それを意見を出す形でやったと思うんですけど、かなり難問だというのは私も承知の上で聞くんですが、どういった枠組みで、例えばどういうきっかけがあればこの議論って進むんでしょうか。多分ですね、この検討委員会でそれらの結果を見て、そしてその上乗せ調査の結果なども見てですね、こういうことを加えていく必要があるんじゃないかというような意見が 出てくることが多分きっかけになると思います。じゃあ逆に上乗せ調査の結果が出てからですか。ですから上乗せ調査が、必要最低限で始めたのか、あるいはその対象とした範囲がこれでいいのかどうかということについても、そろそろ議論する必要があるだろうとは思います。他に健康診査について、では心と生活習慣に関しての調査についてご質問を受けしたいと思います。ご質問ございますでしょうか。甲状腺検査について1点だけ聞いていいですか。すいません、甲状腺検査についての質問は後でまた受けて。まず、すみません、心に関してのご質問ございますか。いや、ですか。では、妊産婦に関して。なんかテレビがあるんで。いや、分かります、分かります。ですから、ちょっと妊産婦に関してご質問ある方。はい。じゃあ、甲状腺検査に戻ります。じゃあ、違うテレビです。心の検査と妊産婦があるんです。いいですか。すみません、甲状腺検査なんですけど、これ21万人ぐらいですか、今回終わって44人っていう結果が出たと思うんですが、悪性と悪性疑い合わせて、この結果について検討委員会としてどう受け止めているのか、これ一点だけちょっとお伺いしてよろしいですか。今日説明がありました。で、44人というのが多いのか少ないのかというようなことを、今私たちは今まで知り得る範囲、それから想定されている範囲の中で、特段、あるいはその、なんていうんですかね、その腫瘍の育ち方の話とかの説明を受けました。少なくとも私は今にわかにその影響があるというふうに思ってはいませんし、そのように検討委員会としても受け止めたと思います。ただし、その今回この検討委員会の中に評価部会を作った理由は、そうは言ってもチェルノブイリの時にも新たなことが分かったし、それによって考え方が変わってきたということもあるので、今までの知見だけではなくてきちんとした評価をやはりしましょうということで、今回その立ち上げがなったんだと思いますね。ですから本日の時点でどうかといえば、その44が多いとか少ないとかではなくて、我々は少なくとも想定される範囲であろうというふうに理解していますが、だからといって放置をするべき問題ではないというふうに理解したというふうに理解してください。はい。影響というのは、その原発事故の影響ということでよろしいですか。すみません、はい、あとすみません、時間の関係ありますので、じゃあ、あとお二方で、今の星先生のおっしゃったことですけど、ね、じゃあ、どうぞ。星先生ね、先ほどの質問に対しても、岩田さんの質問に対しても、高村先生は、例えば、さっきのアンスケアのね、言葉の引用にしてもですね、前がんか甲状腺がんかだけかと聞かれたときに、もう分かってらっしゃると思うんで、前がんだと思うとおっしゃったけど、これ、前がんですよ、常識ですよね、こんなのね。で、その原発事故由来かどうかの評価をするときに、いや、なぜ高村先生がそんな言い方をされるのかわからないんですけども、星先生が今原発事故の由来は関係ないと思うとおっしゃったことと、先ほど私が質問したね、
その調査の最初のあの言葉 A から B の結論が導き出せるのかという点ですけれどもね、そもそも甲状腺がんという放射線に感受性の高いがんであるとか、それから年齢層が低い層、つまりさっきの前提というのは全がんであり全年齢的なものを考慮した上で の, あの総合的な結論あの推測に過ぎないわけですよ。そうすると当然のことながらその対象が多くなったり年齢層が低くなったり放射線への感受性の高いがんであれば、あの同じデータでも優位性とか優位のあるものが出てくるっていうのは当然科学サイエンティフィックに考えて当然だと思うんですよ。なぜそういうふうにお考えにならないんですか。いや私はそう考えていないということを言ってるわけじゃないんですよ。ですから何度も説明していますけれども、この部会を設置したというのも要はさまざまな意見をお持ちの方や、まあ、そういう同じいろんな評価をされる方がいますから、そういう人たちの話もちゃんと聞きましょうということを含めてこの設置を私は提案しているんですね。ですから現時点でに関係があるのかないのかという質問は非常に僕は意地悪だと思いますけど、私はむしろまあ、ありている理由は分からないので、分からない部分があるので、それが本当に今後どういうふうに評価していくべきなのかということについて、これからこの検討委員会として考えましょうということを申し上げているわけです。わかりました。そうするとすごく胸にストンと落ちるんです。それは関係ないと思うというふうに。いや、ですから、関係があるのかないのかという聞かれ方をするので、私はあるのかないのかと言われれば、その、あるというふうに証明されるものが今現時点でないということをこの間がさっきからおっしゃっていることを私は踏襲しただけです、はい、科学者にとって先入観が一番問題だと思うんです、ね、はい、すみません、最後の質問にしたいと思います。最後、議論に心の計画に人間なんてもあったんですけど、どっちですか、何関係か。じゃあ甲状腺と妊産婦で最後にしたいと思います。共同通信の篠原と申します。時間ないので端的に2点伺いたくてですね、鈴木先生に伺いたいんですけど、この44人ですね、確定者と疑い、まあ、1人陽性ですけど、これ占領との関係、最低最大、もう症例も増えているので占領との関係を挙げていただいて、これ1点と、もう1点はですね、部会として先生に伺いたいんですけども、案として出されましたが、これ頻度はどれぐらい、委員会の前に1回頻度についてこの2点教えてください。で、それについては占領との その評価もできれば、そのいくつで評価もどれぐらいしているということも伺えればと思います。まず基本的に、これは今後その部会やその他でも基本占領とのデータの突合というのはされると思います。ただ何度も言われてますので、我々もこの44例の中で基本調査を回答している人は約4割おります。約4割の人は最大でも先ほど言った 99.7% が入っているといった2ミリシーベルト未満に全てが入っています。で、うち4割回答されている人の7割は1ミリシーベルト未満です、以下です。ですから非常に低い、最大で多分 1.3 か4、ちょっと正確な数字は分かりませんけど非常に低かったというイメージがあります。ただ前例が回答していないので、これからもそこの我々も会うたびに基本調査の回答をお願いしているということだと思います。数字で怖いので再確認ですけども、44人のうち4割が基本調査に回答していると、最大でも全員が2ミリシベルト未満、これは大事ですね。それから頻度の問題ですけど、先ほど赤瀬川委員会からも話がありました、まあ、我々がこうやっているのは3ヶ月に1遍というので少ないというふうに議論を受けておりますが、実際にフィジビリティの問題としてですね、毎月毎月集まることができるのかというようなこともありますので、まあ、開催の方法や、まあ、意見の集約の仕方なんかも含めてですね、できるだけ迅速にデータにアクセスをして、できるだけ早くできるだけ多い頻度でというところに勘弁してくださいというのは、まだ委員も選んでませんし、その方々と、その第1回の議事の時に多分そういう議論もさせていただくことになると思いますので、その結果を踏まえて決めていきたいというふうに思います。すみません、たびたび失礼しました。CM プレスの吉岡です。まず心のケアについて、第10回の検討委員会では、支援対象者の中で30名の方々が亡くなられていたという発表があり、まあ、その死因については公表しないということだったのですが、11回、12回とその支援対象者の中で何人の方々が亡くなったかという発表は記載はないと思うのですが、それは何でしょうか、なぜ亡くなったかということで。まずで、妊産婦調査について、母子手帳を取得して、中絶された方々はそれ以上のアプローチはしないということでしたが、この方々の
この方々が一番心のケアやさまざまなケアが必要だと思われるんですが、その後の調査は、なぜされないんでしょうか。死亡者情報につきましてですが、私どもが把握しているのは30名です。それで、内容につきましては、やはりその後もご質問、ご指摘も受けましたので、専門委員会でも大変議論をいたしましたが、こういった情報に関しましては、ご本人から、ご家族の方からですね、我々 のこういった調査票の中で、いわゆるその無理に調査することはできませんよね。それで、当然我々としては市町村との連携の中で知ろうとするわけですけれども、市町村の回答もまちまちであります。で、多くそのうちの20例に関してはやはり個人情報のため市町村としても外部に情報は提供できないというようなお話で、それはもっともなことだろうと思います。で、たまたま判明した残り10名に関しては我々も市町村と同じような見解でございます。以上です。妊産婦に関してなんですけど、中絶された方が、平成23年と5名、平成24年と6名おりますが、その方々が、電話支援の対象になっているかどうかは現在把握しておりません。ただ流産された方、死産された方に関しては、対象に、取っているというふうに聞いております。それから中絶の理由に関して、これはかなり先ほどちょっとちらっとお話ししましたけれど、プライベートな理由はあるかもしれませんので、聞くということ、すべて電話支援として対象にするかどうかというのは、それは非常に微妙な問題が含んでいると思いますので、ただ、何度も言いますけど、流産、死産に関しては電話支援しているというふうに聞いております。わかりました。ありがとうございます。はい、すみません、事務的な確認なんですが、冒頭に資料2の5が差し替えがあったということで、これ当日配布は差し替えがないということで、委員の方々への事前配布の資料というのは、どこがどう変更されたんでしょうか。年齢等のですね、平均と標準偏差が若干数字に誤りがあったということで、差し替えになっています。わかりました。すみません、もう一点だけ事務的な確認で、鈴木先生が、10ミリという議論もあるが、我々は5ミリのガイドラインでやっているとおっしゃってたんですが、そのガイドラインというのは、甲状腺疾患診断ガイドラインですか、それとも今回の検査のガイドラインですか。いや、すべて一緒です。すべて共通のガイドライン、ね、この診断のですし、超音波のガイドラインも、診療ガイドラインも、外科でできたもの、甲状腺の診療ガイドラインと、今回内科でできた疾患ガイドラインも、みんな同じコンセンサスを得てできております。で、10ミリというのは、世界でそういうふうに言われてて、一部の専門家が10ミリでもいいのではないかという議論がある中で、まだ日本では5ミリからということで、今のところ5ミリにしているということで。わかりました。はい、もちろん大人です。はい、すいません、先生方のご都合、会場の都合ありますので、ここで検討委員会後の記者会見につきましては終了とさせていただきたいと思います。先生方、ありがとうございました。皆様お疲れ様でした。会場 の整理の関係がございますので、できるだけ速やかに退出をいただくようお願いいたします。すみません、退席の方よろしくお願いいたします。